家に電話しようかな。お父ちゃんお母ちゃんすぐ無理しよるからな。ほんまほっとかれへんで。癒し飴飲みたなってきたわ。最初は変な味やと思うねんけど、だんだん癖になってくんねん。寮ってええよな。いつも誰かしらおるから落ち着くわ。なんや実家みたいやわ。父すごいよな。服屋のこと聞いたら安くてセンスええとこ教えてくれんね。頼りになるわ。もしもし、みんな聞こえる聞こえる、ごめん。お知らせがあるって。マイクオフにしちゃった、マイクオフにしちゃった。和光さんのラフレシアめっちゃ突っ込んじゃった。あ、みんなありがとう、教えてくれて助かるが。フリークのポケットどないなって。いけんいけん、押したんじゃけどダブルクリックになっちゃったみたいだね。おー、鼻がいっぱいじゃねー、もう。ほいじゃほいじゃ、ツッコミが圧倒的に足りてへんねん。明けの明星、ルシファー様の攻撃食らってしもうたかね。いけいけ、ということはじゃね、最初のお名前読み上げすっかりなくなっちゃるってことじゃね、ちょっと。もう一回読み上げさせて。和光さん、大気ありがとう。KBY さん、大気ありがとう。マリアさんも大気ブリザードありがとう。ヒロスンさんも大気ありがとう。スカイゼロさんも間に合った、ありがとう。大気しちゃってくれてありがとう。変な味やと思うねんけど、だんだん癖になってくんね。ゼルクさんもガンムイン遊びに来てくれてありがとう。トウミさんもいらっしゃい遊びに来てくれてありがとう。まさひろさんも、むいちゃん公務員ありがとう。遊びに来てくれてありがとうじゃねー。ジュノさんもいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。タミガラスさんもいらっしゃい。あやさんもね、めげずに頑張ろう、一緒に。タッキーさんも公務員じゃよ。遊びに来てくれてありがとう。今日はね、馬娘触りながら、パカチューブの動画みんなで一緒に見れたら良いなって思っちゃるの。ほんま、ほっとかれへんで。ほいじゃからね、どうしよう。ちょっとね、パカチューブの動画見たりやめたりしながら、ちょっと、ね、馬娘の他の機能も触れたら良いかな。せっかくじゃからね、まず最初にね、今日、先に来ちょる人たちにね、概要欄のところにね、リンク貼ったが、ちょっとね、来れる人よかったらのリンク飛んでみて。これでね、一緒にね、みんなで YouTube の動画見れるの。あ、レンタル全部使い終わって、あー、お疲れ様じゃね。どう？みんなリンクのところにね、ありよるの、ありよるの、わかるかね、ちょっと。そう。ちょっとね、みんなが入ってくるの待ち寄りながら、ちょっとうちもさ、自分のなんかの、みんな教えてくれたかなんかの、録画見れるって言うとったか？あ、トロフィーとか見たい。そう、この辺全然触っちゃらんのよ、ち。称号ちょっと一旦見てみるが。よいしょ。うち今あれじゃね、グラスちゃんの時に撮った、個人でもチームでもっていうやつ、これ、称号に撮っちゃる。すごいね。思い出深いけん。
せっかくじゃからの、この前撮ったさ、あの、新世紀末とかなんかなかったかいね、なかったかいね。新世紀末、新世紀末。ない、ない。どうしよう。でもせっかくじゃからなんか変えときたいな。みんなは何にしとる？あの、ここの称号。あ、楽ちゃんいらっしゃい。とりあえずせっかくじゃからこの輝け、チームの絆にしちゃこう、変更。みんな入れた、みんな入れた？ちょっとじゃあトロフィールーム見たら、お散歩大好きにしとるんじゃ。あ、かわいい。あ、つよしさん、お疲れ様。ねえ、暑かったね、本当に。あ、温泉伝説。わあ、みんな良いね。トロフィールーム。あ、集まっちゃる。集まっちゃるが。ねえ、すごいすごい。いい、お買い物上手、あ、お買い物上手、良い。かわよい。見て見て見て、あの、靴もね、すごい集まったの。あ、オグリキャップの名手、わー、いいな。ね、靴もだいぶ集まったが、アニバの時にもらった、あ、We are Dreams! わー、素敵。ねえ、たまちゃんだもんね。もっちゃる、もっちゃる。ねえ、すごい。なんとかと、半分。折り返しじゃねえ、折り返し。あ、ジェミニハイシルバー。すごーい。あ、ヒロさん、こんばんは。今日はね、育成以外のところでちょっとね、触れたら良いなって思っとるんじゃけど。ちょっと待ってね。えいしょ。これからちょっとね、動画見るが、みんなと一緒に。えいしょ。今日はね、パカチューブの動画ね、そう。うちさ、なかなか見れちゃらんくてさ、ちょっと、せっかく、ね、こうやって配信やっとるからさ、みんなで一緒にちょっとね、見たいと思っちゃるの。あ、ヒロさんはタキオンの名手。あー、いいな。プラチナをつける。ジノさんも、ゆっくり飲み物取ってきて、あ、じゃあジノさん戻ってくるまでみんなでちょっとね、待っちゃこうかいね。ちょっと待っちゃこう。よいしょよいしょ。あとはね、うち気になっちょるのさ、この、フォトライブラリ、この辺。この辺を見せても大丈夫なやつじゃね。馬娘メーガン。名鑑レベルが上がると報酬だけに。楽ちゃん95個持ってるの。おい、すごーい。負けた、悔しい。あと4個集めんと。あ、アグネスデジタルちゃんの出会い。ね、この辺ってさ、歴代評価点って何？こちらが歴代の評価点です。高みを目指し、頑張りましょう。頑張る、頑張る。あ、そうじゃね、そうじゃね。マコーさんね、あ、トレーナー名刺作っちゃる、トレーナー名刺作っちゃる。ちょっと待って。お知らせがあるって。キングと共に高みを目指す権利をあげるわ。あ、これ見せたらや一見やつかな。大丈夫かな。父すごいよな。福江のこと聞いたら安くてセンスええとこ教えてくれんね。頼りになるわ。名刺は作っちゃるよ。あとであれかね、もう一回ツイッターにあげちゃこうかいね。でも、でもこっちで絞る？ほいじゃほいじゃ、じゃね。早速早速。量ってええよな。一
つも誰かしらおるから落ち着くわ。なんや実家みたいやわ。じゃあこれでちょっとね、ちょっとデスクトップ音声をちょっと切って、はい、これでね、多分うちの方の音入ってこんはずだから、もし、YouTube の音入ってきたら教えてね、ちょっとね、意見からさ。はい、じゃあ、はい、じゃあ、まずは、この動画ちょっと見たいが、見れちゃるみんな。たまちゃんのライブが映っちゃるの。見えてる？かっこいい。全然知らん曲じゃん、これ。こっちの YouTube の方で、うちの配信で大丈夫じゃよ。おお、これがみんなが言っちゃう CM ね。山ちゃんがやっとる。あ、これがうちが見た CM かもしれん。ねえ、すごいかっこよいよね、CM。鬼殺しの騒動。ねえ、デルクさんね、ブローマイゲールって曲、今の、ねえ、すごいかっこよい、好き。ねえ、尺が短いからね、サクサク生きよるか？そう、これちゃんと見てなかったからさ、ちょっと気になっちゃるの。わー、すごい！こんな感じでね、オータついちゃるんよね。ねえ、最初のオープニング画面でよう見ちゃるね、これ。あ、これは歌うの大変そう。ファイオー、ファイオー。ウマ娘のね、トレセン学園のご飯再現したらすごい人気出そうじゃね。あ、ねえ、ワクワさんね、ほんとよね、すごい。なんじゃったっけ、カールちゃんの時にも話してくれちゃったかいね、ね、すごいリリースに時間かかったよね、ウマ娘って。あ、うわぁ、こんな感じなんじゃん。ほら、スマホでさ、見切れちゃるからさ。うわぁ、すごい。横画面で見ると迫力全然違う。あ、ゴルシちゃんなんかちょっと今、レイチャちゃんがすごいね、伸びの、やっちゃったけど。うわぁ、すごーい。そしてこのサイトのすごいところは、止められるところです。なになに、ゴルシのところって何？ゴルシのところって何？ちょっと戻すが、そう、これは戻せるのです。高速見切りゴルシ。どこ？どこ？ここかいね、ここかいね。ちょっと待ってね。ウマ娘ちゃんは、権利がめんどい。あ、止まっちゃう。あ、いかんで、いかんで。サブリミナル殺し。おる？おる？この辺？この辺？いやー、ほんと綺麗じゃねえぞ。殺しちゃんよう映りよるね、ほんとに。この辺のクライマックスに、あ、もう過ぎちゃる、もう過ぎちゃる？どの辺じゃろ？何秒くらいじゃろ？もう過ぎちゃった？ちょっとじゃあもう一回やって、ほら、ダメじゃったらもう諦める。次行く。この辺かな？本当に一瞬だから分かりにくい。そんな隠れミッキーなことある？
そうそうそう。これ今ね、みんなが見てる動画一緒のはずだよ。すごい。今、何度もオープニングが、巻き戻されとって、あれあれってなっちゃるはずじゃね？うちが触っちゃるからじゃよ。理事長が出た後のグランドが夜になる53秒ぐらい。いや、見えた見えた見えたよ、見えたよ、見えたよ、見えたよ。この辺じゃね、この辺じゃね。気づかなーい。すごいわ。近くに寄り寄ったね。スローにすればしっかり。過ぎちゃった。本当にサブリミナルじゃったね。すごい。満足。見れた。ありがとう。鈴鹿ちゃんがずっと走っちゃう。本当に。ほいじゃん、ほいじゃん。次行くね。ああ、かっこいい。このフォントのすごい、なんか文字がガサガサしとるのはすごい、本当の競馬の支援みたいじゃね？ゴルシ捕獲ゲーム、なんそれ？ああ、これを見たことない CM じゃね。CM みんなかっこよい。これはゆっくりみんなで見れるが、これはみんなで、そうそう。マリアさん、そう、ごめん。今のはね、サイトの調子が悪いんじゃなくて、うちが一時停止をめっちゃ連打しちゃっただけじゃね。ああ、楽しみじゃん、これ。この辺のアニメも続きやってほしい。なんか、ジャンタクが見えたか？ジャンタクが見えたか？帝王ちゃんじゃん！ねえ、絶対。ゴルシで画面、くそ。あ、画面で一瞬映るゴルシをスクショする。あ、そうなんじゃ。カオルイザヨイさんいらっしゃい。初見さんいらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれてありがとう。概要欄のところにね、リンク貼ってるから、よかったら一緒にみんなで、YouTube の動画一緒に見よう。ねえ、スカイゼロさんね、ほんと、使い回しっていうか、伝統のアイテムなんだろうね。爆心ちゃん！ゲームと全然変わらんが？ゴルシーをスクショする。みんなやっちゃるが？え、おじいちゃん？あ、もしかして元のお馬さんですごい血縁関係のこの、あ、それの絡みってこと？もしかしてこれ。ねえ、ワコワさんね、みんな可愛い。ゴルシのおじいちゃんがマックイン。あ、ああ、そうね、そうね。あ、北サンブラックのおじいちゃんなので。ああ、なるほど、ゼリクさん。確かに。あ、ああ、タミガルさん。そうなんじゃ。桜爆心王ちゃん、すごい。トレーニングコース。パフォーマンスレース。いや、こういうところもゲームでやってほしいな。わあ、ああ、2期思い出しちゃう。2期思い出しちゃう。これやばい。いや、先輩ターボちゃんとかすごい。ねえ、すごい。いや、みんなと見たかった、これ、ほんとにもう。どれ？
姉妹っぽい。あ、血、あ、そうなんじゃ。ああ、なるほどね。あ、ジノさん、そういうつながりもあるね。看板が、看板ずるい。わー、ゴルスさんすごい。アストンマーちゃん、あ、奥におる子、奥におる子、王冠つけちゃる子。ね、あ、奥におる子が、アストンマーちゃんっていう、あ、知らない子、知らない子じゃよ。あ、なるほどね、タッキーさんね、見切れちゃう子。ねえ、菱山兄さんがすごい薄くなってるんだけど、どうしよう。あ、ほんとじゃ、すごい、気づかんかった。こんな、柵まで超えちゃってさ。ええー。わあ、中山レース場。あ、例の二人、例の二人。マスオ、マスオ、マスオって言っちゃったか、マスオさん。いやあ、勝負服すごい。いやあ、3期やってほしい、これね、もう。ねえ、どうした急にの人。あ、そうなの、アストンマーちゃんちゃん。ダイヤちゃんのお父さんは、ディープインパクト。あ、ブラックタイドとディープインパクトは、一年違いの兄弟。あ、ゼルクさんありがとう。ミナミさんとマスオさんじゃそうじゃった。助かる、みんなすごい。いやー、やっぱりね、みんなとね、これ見るとすごい、発見が全然違う。アストンマーちゃんにうち気づけんかったが？ねえ、これじゃね、この3人の子。あとみんながさ、教えてくれちょったさ、破壊神の子、破壊神の子も公式サイトで見た。いやー、エンディングもすごい素敵な曲。ねえ、理事長何気に初登場。ねえ。ゴルシの子供説。なん。いやー、でも、これ作ってる人は考えちょりそうじゃね、ほんとに。そこまでしっかり。今度ここがね、仮面ライダーのアニメも作りよるからすごい楽しみじゃね。これがうまいよ、これがうまいよ。あ、ムクロニットさんいらっしゃい。ちょうど今概要欄から来てもらえたらみんなで一緒に見れるよ。うまいよ、初めて見る。かわいい。ねえ、デザート。そう、マックちゃんめちゃめちゃ欲しい。帽子の女の子は、シバルグランちゃん。ハマの、大魔神、大魔神の人なんじゃ。へえ。かわよいね、キャラクターすごい丸っこくて。ああ、かわいい。みんなで走るのかわいい。あ、なに？ライブもある。わ。かわいい。かわいいしかない。言えない。
シュバルグランちゃんはまだ未確定だけど、ほぼ間違いなさそう。ねえ、新しい子どんどん来てほしい。あ、ね、そう、これこれ、みんな気になっちょらん、これすごい。新シリーズ配信アニメ、配信だからなんか、なあ、サブスクとかで見れるんかな。成田トップロードちゃん。ねえ、すごい楽しみ。で、ほいでほいで、一番気になってるの、これ。全然見てなかったな、これ。もう、リスナーと夜勤隊のみんながさ、教えてくれるからさ、もう、全然見てなかったの。ねえ、ゼルクさんね、世代の人は絶対見たいよね、このアニメ。ウマ娘育成、なんでそれ。ちょっとね、すごい。おさらいじゃね、おさらい。最初に見ないと。本当にね、ここまで育成しといてこれ見てないのは、なしじゃろうっていう。模範アンサー。ほんほん。あ、みんなが言うちょったやつじゃん。キスナゲージがオレンジになると、あ、その段階でマックスにならなくても出るのはそういうことなんじゃね？なるほど、オレンジまで。確かに見たことない。はい、ちゃんと委員長してる。くそ。うん。なるほど。ねえ、懐かしい。みんな懐かしいって。ねえ、和光さんね、ほんと勉強になる。ねえ、ゼルクさん。めちゃめちゃ参考になるか、これ。爆心、爆心、爆心。お出かけすごいええよね。今じゃとあれじゃよね。リコちゃんのもすごい良い。あ、ね、チーム同士が戦うような描写って確かに、ね、新しいアニメ、そういうのやってほしいね。サポートにお誘い。ほんほんほん。あ、デッキ作り。タイプをまとめると。スピードとパワータイプ。ほう。おお。客室にあったもの。ああ。あ、ねえ、そうそう、ジュノさんね、そう、結構ね、フィーリングでも遊びよるからね、まさに、うちがこの状況なんじゃけど。あ、お悩み相談室視聴手ミッションが、あ、ほんとに、ヒロさん。スピパワー育成、ちゃんと推奨してる、ね。そう、和光さんね、最近は根性育成もありよるよね、そう。1年前の動画じゃから、なあ、そこら辺の差もすごい見てみたいよね。あ、なるって、これはわかるが？アイコンについてるマークの説明じゃったね、今の。これは知りたい！トレーニングに失敗したくない！
帝王ちゃんじゃん。あ、ねえ、ヒロスさん。ねえ、すごい、便利、便利、超便利。バクシン模範アンサー。ほうほう。あ、半分以下の時点で。うん。あ、ええー、そうなんじゃ。え、失敗しにくくなるんじゃ。え、おサボりやるの？うちも保健室に行きたい。ねえ、体力。安心ね。ねえ、うん。安心様さんの安心なやり方。もう激しく同意、タッキーさんね。攻めの姿勢。嘘 !65%! でしょう。でしょう。でもねえ、この前の98% じゃったかいね。それもありよるからね。夏合宿を攻略しよう。へえ、失敗率が下がるんじゃ、友人サポートカードって。ためになる。あ、ルドルフちゃんのサボりは一見の勝ち。え、それ気になる、めっちゃ見たい。怠け癖になり夏休みを、あ、そんなこともな。3回に1回で 65% ね。あ、帝王ちゃんからの帝王アンサー。あー、これはね、みんなに教えてもらったやつじゃん。ああ、そうなんじゃん。うんうん。あ、ためになる。あ、まさかさんいらっしゃい。今ね、概要欄に貼ってるんだけど、みんなで YouTube のパカチューブの動画見てるよ。ね、友人サポかもか、スピードの服着た、服着たるちゃんも、そういう効果ありよるんじゃん。え、すごーい。ね、え、クライマックスは絶好調ダメなの？あ、転用転用転用。パカプチ、あ、ああ、クレーンゲーム、確かに。すごい、変則的な動画だったね、今の。レースの選択。これもあれじゃね、リスナーさんからのね、アドバイスでも、すっごい助かっちゃうやつじゃん。わかるよ、レース出たい。あるじゃね、うちゲーミングお嬢様の馬娘の会でホープフルステークスは出た方がいいって教えてもらったが、おっかちゃん育成所って合宿前にサボり癖ついて、そんなことが、そんなことがあるの？いやー。あ、ヒロさん、あ、そうなんじゃ、クライマックスはそこのところ関係ないんじゃ。あ、後ろにアグリちゃんとウララちゃんおる、ダートの時。うんうん。なーるほど。いやー、そうなんじゃ。いや、うちもエンジョイされちゃったらどうしよう。ホープフルは因子が来た時にちょっとお得。
天陽天陽天陽、え、これもゲームに来てほしい。あのお姉さんのチュークボックスのところに来てほしい。あ、トリプルティアラクラシック三冠、わあすごい、ためになる。ま、マックちゃんじゃん。いやー、アニメ2期の主役の子、これで制覇してくれるんじゃん。レースの作戦。でも、客室に合わせる以外ないんじゃない？うん。好き、逃げ切り。先行も好き。ハラハラする。心臓に悪い。バクシンちゃん、距離。ねえ、タッキーさんね。ゴルシンシーも来てほしいね、これ。あと残り。あと7話と8話があるから、ゴルシちゃん来るかね。所持スキルの発動条件。ふえー。あ、この辺はわかる。あ、客室いっぱい適正いる子も。あ、なるほどね。あの、ちょうどのタマちゃんとかもそうじゃね。タマちゃんもそうじゃん。お菓子。魔改造、そんなこともできる。あ、あれね、あの、最初のあの、因子継承じゃないけど、あの、ね、あの、何、能力引き継ぐ子選ぶときのあれじゃね？あー、かかるかかり。あー、レアチーズケーキ、良いね。ラストスパートとスキル。ああ、めちゃめちゃ心当たりがあって胸が痛い。あ、長距離適正 G。 あ、魔改造のそれ、有馬記念と。ヒロさんホームです。いや、それで勝てたら最強じゃよ。うん。根性来た、和光さんも言っちゃったやつ。ああ、こんな顔、こんな顔見せるんじゃん。細かい。根性。スキル。これすごい好き、コーナー回復。素晴らしい。おお。ねえ、末客も説明でしょるね。疲れてる、バクシンちゃん。ねえ、すごい、かわいい。ねえ、マックちゃん。わあ、すごい。ねえ、お腹痛くなっちゃう。賢さのあれこれ。あ、スキルの発動率も高くなる。みんなが言うちょるやつじゃん。え、下り坂での持久力の消耗を抑えて走れたり。知らなかった。マックちゃんの上を行く。ねえ、鬼ライスちゃん。あ、そうなんじゃ、あ、客室無視にして逃げでも事故が減る。え、そうなんじゃ。
重い。最終回じゃん。おお、いいし、能力アップのいいし。へえ、適正アップ。ほうほうほう。え、なんかすごい難しいこと言っちゃる。うんうん。ほうほう。中身も大事なんで、星の数だけじゃなくて。おえぇ、あ、レース中の視界も広くなって、あ、自分の有利な進路も見つけやすくなる。あ、じゃあもう本当に賢さ上げんとね。こんな感じなんで、継承の仕方。客室は賢さなので、うららの逃げとかさせたと。あ、そうなんで、うららちゃんの逃げとかさせちゃうと結構事故ってしまうんじゃ、難しいね。育成ランクの頂点。うん。いや、S になりたい。S なりたい。わー、爆心ちゃん、ありがとう。すごいためになるね。あ、光のお父さんじゃ。うちと一緒じゃ。他人事に見えない。かわいい。あ、これこれこれ、ちょっとみんなで見たかったの。あ、せっかくじゃからちょっとライブ画面にしちゃおうかな。ねえ、さっきの CM、自分が見た気がするもん、すごい。いやー、ライブ良いね、やっぱり。よいしょ。あー、これも好き、すごく。大事なのはインシンシ。ねえ、タッキーさんね。ねえ、マルゼン姉さん、すごい良い。ネクストフロンティア、かっこ良いよね。わー。アンリミテッドインパクト。あ、え、あんまり見れてないかも、これ。ダート G1、あ、なるほど。ダートじゃないと見れんのじゃ。あ、ほんのスピード好き。あ、ダート G1 じゃから、なるほど、ジャッキー見れんのじゃ、なかなか。ね、アンリミ見たい、ちょっと、ダート。みんなが言う、ちょっとエルちゃん育てたら見れるよね、きっと。超えてゆけ。あ、これも好き、すごく。
わあ、スペシャルレコード大好き。ねえ、ファンタジア良いよな。ひらどりファンタジアね、すごい。ステージのセットもすごい可愛いな。メイクデビュー、わーすごい好き。あ、エアグループちゃんのね、ねえみんな表情すごいよね。あ、本能スピードはねえちゃちゃんとアルダンちゃんのお声も、あーねえやっぱりねえちゃんと本人が歌ってくれるとすごい嬉しいよね。ああ、これ、メインストーリーのじゃない？いやあ、お歌上手、マックちゃん。始まりのシグナル。ああ、ライスちゃん。いやーなんかみんなで配信でメドレーしたいね、これのライブの、ちょっと。いやーライブだけ流す配信したい。ねえ、みんな歌本当にお上手。うわーおーすごい、わあ、何この、何このライブ。わあ、熱くなる目頭が、ちはい、ねえ、はい、神、はい、神。ねえ、夢をか、ねえ、いたちゃん。ああ、ダービー。いや、無理無理、マネキャービー、ワイさん、こんなの、こんなレベルの高いの歌えんよ。BNW じゃん。ああ、かっこいい。なにぶーちゃんね。いや、早くこの衣装出して、早くこの衣装出して。わこさんね、歌わんのじゃないの。歌えんの、こんな。歌えんのよ、こんなもの難しいの。夢をかけるで、ライスちゃんとブルボンちゃんの歌声もついたから、二人を入れて聞くのも良き。え、聞き入れたーい。ねえ、ゼルクさんね、すごいかっこいい。あ、これ最終章の。いや、最終章は違ったはずじゃね。ネバールッキングバック。ハーフバ、あ、ハーフバのライブ。ハーフアニバーサリーのライブ。はい。いや、これライブにも、ゲームのライブにも入れてほしい。ほんと？ちょっと。いや、難しい。頑張る。ちょっと。あ、あっという間じゃねえ。終わっちゃった。はい、これみんなで一番見たかったやつ。スペちゃーん。馬娘には一人一人夢がある。
ゾワゾワする。いやスペちゃん、スペちゃん主役。かっこいい。ねえ、鶴丸つよしちゃんね、あのメインストーリーのね、すごい新しい子。おぉ。おぉ。金河万丈さんじゃない。でもすごい強そう。強そう。わあ。今のが、ちょっと待って、ちょっと、もう一回見る。もう一回見る。誰じゃろうねえ、つるちゃんの見せ場がどう描かれるか、本当に楽しみ。ねえ、いやー、でも、この辺はすごいね、アニメとかでもよく見ちょったからさ、でも、メインストーリーの掘り下げのあれを見よるとさ、もっともっとこう、ねえ、棒立ちライブ。1話じゃねえ。アニメの1話じゃねえ。タッキーさん。2話じゃねえ。いやー。後ろに流れちゃう音楽もさ、これ新しい曲じゃない？ねえ、もんじゅーちゃんすごい楽しみ。いやー。きらめきはどこまでも。いや、アニメもやってほしい。アニメもやってほしい。はい。はい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 。みんなありがとう。ごめん。一気見しちゃったが、一気見。ちょっと、止めか、止め。いやー、じゃあ、これでちょっとどうでしょう。終わろうと思うが、ちょっとじゃ一旦これでみんな退出ね。よいしょ。いやーすごい。大満足。みんなと一緒に見れて本当によかった。よいしょ。ちょっと待って、ね、じゃあ、ゲーム画面に戻るが。ねえ。いやーよかった。ねえ、すごい、みんなにね、ほら、映画のオーディションの時とかさ、よくポチポチね、一緒に再生ボタンさ、すごい、ね、配慮してもらっちゃったが、すごい、みんなに協力して。あれね、もう少しなんか楽にならんかなーって思っちゃったらさ、そう、これだったらすごい、便利に見えるからね。あ、スカーレットニードルさん、いらっしゃい。ねえ、ゼルクさんね、最終章どうでしょう？やる！今度は7月20日に間に合わせたいね、ほんとに。あ、マリアさんもお疲れ様、ありがとう。ねえ、つるまるつよしちゃんね、すごい。よう、お怪我しとったね、馬娘の子じゃよね、すごい。ねえ、いやもう、うちも一緒、気になってよろしく見る。眠れん。ねえ、和光さんね、でも YouTube の動画じゃったら、何でも見えよるから、これはさ、馬娘とはちょっと関係ないんじゃけど、みんなのおすすめのね、そう、動画とかをバシバシ貼ってもらって、みんなで見るっていうことはね、できると思うの。ね。今回ちょっとパカチューブにちょっと限定させてもらったんじゃけど、ちょっとあれあれ、みんなのおすすめのね、例えば、競馬関係とかじゃったら、レースの動画とかね、すごい、見れるし、すごい。ね、すごい、みんなでね、すごい。おすすめの動画見せ合いっこできるからね、すごい良いと思うの。ねえ、最終章激アツっぽい。あ、ねえ、そうそう、公式のレース動画ならええかもしれん。メインストーリーの配布サポか。北斗。ええよ、ええよ。なんかそういう企画の時の自由なやつ貼ってる時に貼ってほしいが。あ、激ジャンボ馬娘。いやー。ねえ、見たい。黄金の旅路。いやー、なんかもう内容がなんか、おおむね予想つくんじゃけど。
ゃね、ジノさんね。そうそう。夏、ね、夏休み、せっかくじゃからそういうのやりたい。言うと。ね、そう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 。そうなの、旅柄さん。そう。旅柄さん、そうなの。実際のレースも見れるけんな。あ、ねえ、マリアさんね、そうそうそう、突然と意見が、突、あ、意見、ちょっとゲームの音が、よいしょ。ねえ、そうそう、グレープサポか。影を追いかけてみますか。あ、ねえ、和光さんね、いや、もうみんなはって、その、ねえ、1時間とか2時間も尺があったら、さすがにちょっとね、困りよるんだけど、みんなでね、10分とかね、それぐらいの動画じゃったらさ、いっぱいみんなで貼って見るのありじゃと思う。ねえ、サポートカードね。カンテレとか JRA の、あ、ゼルクさんね、ちょっと、そうしよう、ちょっと、うん。うちらが先に用意しとくのもいいけど、みんなのおすすめの、なんかね、そういう、そうそう、公式の動画貼るの、すごくええと思う。イエス。これね、これね。デモさん、これ、所持スキル電脳じゃけど、レベル上げんと電脳かね、これ。あ、JR、そうそうそう、みんながよし、ジェスルさん、CM とか、そう。ツインターボのオールカマーとか。遠見のライブ、いや、スカイゼロさん、それは見たいな。イベントがいっぱい、あ、ほんとじゃん。キングちゃんの高松宮記念、あーね、あさかさんね、そうちょっとまた準備して考えちょく。うんね、シリウスちゃんは、そじすき。ああ、なるほどね。すごいね、すごい。みんな個性あるよるんじゃね。うちがね、今、突して、突ね、これ金の結晶使ったの、金の結晶。ねえ、これもすごい。好き。ねえ、そう、和光さんね、そう。権限とか持たせられるから、ちょっとあれじゃね、ね、参加してくれたみんなの権限少しずつ上げて、そう、させれるようにしていこうかなって思っちゃる。うん。いろいろとね、そこはちょっとまた相談の、ね、ちょっと考えちょく、でもみんなとやりたい、すごい。みんなと見るのさっきでもね、すっごい楽しかったもん。SS レアは25万、おー、シリウスちゃんのか、あ、お出かけすると強いんじゃん。刀剣乱舞。いやー、そうなんじゃ。ミュージカル。そういうわけ作りたい。ごめんごめん。すごい。めっちゃ気になる、それ。ね、家に電話しようかな。お父ちゃんお母ちゃんすぐ無理しよるからな。ほんまほっとかへんで、ね、育成以外じゃとこか何ができよったかいね。あ、イベントストーリーの配信ね。とりあえずね、解放だけはさ、解放だけは頑張った。次の村人たちも素敵な旅ができますように。解放だけは頑張ったんだけど、ちょっとさ、みんなあれじゃない？エクストラ。エクストラ。この辺とかもね。競技場。あ、ねえ、競技場見よう。うん。イベントストーリー、これないね。イベントストーリーのログ。ねえ。過去のデータを振り返ることも必要だからね。あ、ライブね、ライブ。うまいよ。そうじゃ、これで見
見れるんじゃ。せっかくじゃからさ、これ見たい。ライブの準備。過去、ねえ、マリアさん、そう、過去のイベントストーリー見たいんじゃけど、ログでね。これはライブ用の衣装つけれんと？あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、うち揃ってる！うち揃ってる！やったー！あ、リスナーの名称を見てみるとか、どうやったら見れるんだろう？ちょっと待って、せっかくだからちょっとこれ流しながらちょっと、ヘイヘイ！ここ、盛り上がるとこだよ！盛り上がりそう！ちょっと音量下げたよ。大丈夫かね。ボリュームちょっとね、大きかったかも。ね、40万ポイント貯めて、イベント SS レアを貫突。ねえ、すごい。いやー、かわいい歌詞。音量良くなった？キングちゃん、衣装を揃えるのも良い。あ、ねえ、ちょっとそうしよう、そうしよう。見せてほしいよね、みんな。もっちょランクでも。いやー、かわいい。わー、ねえ、マリアさんね、うまよ見たい。ねえ、元気出る。ねえ、かわいい。あ、エクレアさんいらっしゃい。ちょうど今ね、ちょうど今ね。これは？みんなでね、ライブ見ちょる、ライブ見ちょる。おまかせ編成。よいしょ。おお。あ、変わりよる、変わりよる。これは、衣装揃えた方がいいんじゃない？衣装。逃げ切りシスターさん、早く見たい。ねえ、身長小さいけん編成するとお遊戯感が出よる。これ衣装どれにそれよ。ハーフアニバーサリー。あ、せっかくじゃからこれにしようかね。ちょっとこれで見てみたい。よいしょ。みんなに大人のマヤを見てもらうんだ。この衣装で合っとるよね。ライスちゃんおらんのよ、ライスちゃん。
お迎えしとらんの。うららちゃんはおるな。ボーノちゃん入れる、ボーノちゃん。袖で隠れてしまうもんね。いやーすごい、いやー最高。あとはライブで見ちょらんのはどれじゃったかいな。これ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 じゃよ、これリアルイベント用意書もできちゃうみたい。あ、アイリンさんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。あのツイッターに貼ってくれて本当にありがとうね。たまちゃんといなりちゃんね、すごいやっぱり元気っ子じゃね。今ねちょっとみんなでライブ見ちょるの、あの育成じゃね、ちょっと見せんかったライブ見ちょる。これじゃね、これじゃね。お、これかね、これかね。ね、人数多い曲は組み合わせを変えるのが本当楽しい。エンドレスドリーム。あ。なるほど、タッキーさん、そういうこともできるんじゃん。なるほど。ねえ、ちょっとこれで流してみる。なんか精一杯やるとしよう。おぐりちゃん。うん。うわあ。普段と全然違う感じ。あ、バックダンサーを変えるのも良い。変えたい変えたい。わあ、なになになに、すごい。うわあ、すごい。めっちゃ損してた、うち。これ見ちょらんなんて。わあすごい。ねえすごい。あ、制
生徒会組が揃っちゃったら、あ、うんうん、いやー、なりふーちゃんお迎えしたいよ、すごい。あ、アニバーション、あ、スカートとパンツ、あー、なるほど。育成で流してくれんのかね。ねえ、お歌本当に上手。え、これはスイートエイト。いや、ちょっと待って、最後はちょっと。でもこれさ、うちの方じゃ見れんのよね。揃っちょらんのよね。ちょっとこれどういうこと？どういうこと？どういうこと？ほうほうほう。これはちょっと、いやーちょっとこれ、ちょっとうるっとしちゃうかもしれんけど、ちょっと見たい。あ、ねえ、ジノさんね。ねえ、そう、ライスちゃんがおればなー。ランダムにして、モブウマ娘ちゃんに踊らせるのも、あ、ねえ。ねえ、そう、どんどんこのライブのやつ増やしてほしい。いやー、ちょっと、これでちょっと見る。これ最後。行ってきます。行ってらっしゃい。そうなの、天王ちゃんお迎えできちょらんの。うわー。これはあれじゃね、あのシャルちゃんとかネルちゃんとかカルちゃんとかにちょっと相談したの、うまいこと見れるところでね、見たい。いやー、でもスペちゃんが歌うのもすごい素敵。ゼルクさん許せない、うらやましけん。あー、すごい、最高。この曲思い入れ半端ないから大好き。うわー、うわ、なんでそんな仕様なの、サイゲさん。アップデートで改善して、もうねえ、アイリーさん、ほんとほんと再現したい。すごい、衣装変わった、すごい。ねえ、服脱げた、服脱げた。
満足、大満足。いやー、でも夢をかける、最高の夢をかけるを見たい。なるほど、じゅんさんね、これがガチャでキャラを引いてる理由。納得、納得。なんで水着ねえ、ほんと、いやー、いや、あれだって帝王ちゃんとかマックじゃだったらさ、そういうことよね、そういうことよね。いや、泣く、それはもうそんなんやったら。いや、それジュノさんでも、それはね、あの新衣装が変わる子があの子しかおらんかったからじゃね、スペちゃんしか。あと、あの会長さんがおる、会長さんがおる、会長さんがおるね、これで推しモブも決め、あー、シンプトン男子、あ、なるほど、タッキーさん、これでモブの子もね、見れるんね。いやー、みんな拍手ありがとう、コメントもありがとう、すごい。ライブだけの配信やりたいって思った、今ちょっとやってて。いやー、ケビンワイさん、それずるい、それうち号泣するやつじゃん、もう。あ、そうそう、スカーレットニードルさん、それそれそれ。4章でしか見れん、ブライアンちゃんね、すごい。一章は早押し、そうしてほしいが。ねえ、まさひろさんね、そうそう、水着枠もすごい気になる。共通衣装を最初に消えちゃおけば。はーい、さよいさん、なるほど。勝負服に。あ、なるほど、賢い、賢い。いやー、みんなありがとう、すごい。よかったー、すごい。帝王ちゃん別衣装から初期衣装にチェンジさせて。泣く。ゼルクさん、それ泣く。はー。絶叫。いや、今の 100% じゃないもん、血が見たの、ちょっと。100% のが見たい、100% のが、もう。ちょっとあの、レジェンドレース、頑張る、ちょっと。ああ、エンプリルフールに来ちゃったやつだね、メシロさんか。よいしょ。この辺のポスターも全然見れちょらんが、うち。あ、ラクちゃんありがとう、応援嬉しい。ねえ、帝王ちゃん引くしかないよ、これも。ここまで来たら。レジェンドレースであの、マックちゃんにちまちま買っちょる場合じゃないが。1をライス、2をブルボン。ブルボンちゃんも良い。そうね。ブルボンちゃんはネルちゃんが持っちょるよね。ちょっとネルちゃんにお願いして。ライブ映像流してもらおうかいね。いやー、一生かわいい。あ、ねえ、じゅんさんね、ほんとほんと。いや、これすごいよね、ちょっと。みんなにちょっとね、待ってもらいながら、ちょっとステージのね、すごい、キャラクターと衣装のね、設定をちゃんとして、みんなとね、すごい、これでライブ見れたら絶対楽しいやつじゃよ。ボケに対して、ツッコミが、あっ、クラスの連中が、ツッコミが、あっ、盛り上がっててさ。レジェンド、そう、レジェンド先長いの、そう。うちのさ、お友達がさ、レジェンド買った、もうね、ね、その欲しい子もうお迎えできたって言っちゃってさ、ええー、って。うちはさ、たまーに負けたりしおるからさ、すごい順調にたまらんのじゃよ。あ、そうじゃね、そうじゃね、和光さんね、そうじゃね。あ、ハロウィンライスちゃんから通常のライスちゃん。ねえ、ヒロさんね、そうそう。彩りファンタジアを、花嫁で。めちゃめちゃいい、それじゃんさ、でも、持ってない。持ってない。
羨ましいね、本当にそれマリアさん、羨ましい。今度みんなで食べに行こうってその場のノリで決まったらしいんだよね。あ、これは縦画面にせんと、よいしょ。いやで、全員の予定を聞いて回り出したからさ、抜けてきたってわけ。甘いの苦手なやつとかいたら変な感じに盛り下がるでしょ。あ、大神ちゃんって甘いのあんまり好きじゃないんじゃん。あ、いやでもなんかメインストーリーか何かでそんなお話しちょったね。こういう会話の会話、あ、そうなんじゃ、名官レベル関係あるの、知らなかった。あ、マリアさんは通常レースちゃんが、うちと一緒にあのレジェンドレースで確か。なんでうちのクラスはこう妙に懐っこい連中が多いんだろう。ねえ、すごい贅沢な悩みじゃね。家に電話しようかな。レース。ねえ、これ。エントリーかしら。これこれこれ、レジェンドレース。大。今日はどのレジェンドレースに挑戦するのか。ライスちゃんおらん、ライスちゃんおらん、ライスちゃんおらん。なしてねえ。ね、あ、通常グリちゃんがね、ここに来てほしいんだけど。うち今ここ頑張ってるの、あの、マックインちゃんで残りあと82個もいる。ここと、帝王ちゃんだよね、103個。普通に考えたらと185日かかりおるね。新キャラ増えるたびに、ねえ、いざよいさんね、ほんとそれ、うまぴょいとね、メイクデビューはみんな歌ってくれるよね、すごい。あ、川上ちゃん、すごい。いやー、うちね、たまーに負けてしまうが。あ、ねえ、そうそう、スカーレットニードルさん、そうそうそう。みんなの、その、持っちゃる、あのね、うま娘の子で、最高のライブをね、見せるの、ありあり、全然あり。レースにエントリーかしら。あとね、あとね、よしや、認めとなってきたわ。最初は変な味やと思うねんけど、だんだん癖になってくんね。冷やし飴ね、すごいね、たまちゃん。うちはちょっと ね、あれなかなか飲むの苦労するが。1+1は2。あ、全員の会話はコンプリートすると名官レベル上がるから。あ、そうなんじゃ。あ、そうなんじゃ。ホームに設定した子は、ほん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 。あ、いや、苦手じゃない、あの、飲めないわけじゃないんじゃけど、その、タムちゃんみたいに癖になってくるところまでは飲み込んでないの。ああ、なんだよ、唐突に。つうか、なんか含みあんだろ、それ。かわいい。ダメか。どうやったらまた笑ってくれるかなって。あ、ねえ、そうそう。アイリンさん、それそれ、本当にピース増やしてほしい。ちょっとあの、9個。あ、一回勝ったら10個とかにしてほしい。シャカファイ。天下の殿下様が、んなくだらねえことに脳のリソース割いてんじゃねえよ。あ、ちょっとこの組み合わせ好きかもしらん。本当はシャカールってよく笑う子でしょ。あ、ねえ、ヒロさんも、あ、30個ねえ、あそこまで来たらね、後押し来てほしい。今度あれでしょ、1.5 周年でしょ。なんかね、ちょっとね、みんなにあの馬娘遊んじる人にちょっとご褒美欲しい。いつも見てるよ。難しい式が解けた時とか、データを眺めてる時とか、笑ってるよね。ねえ、そう、アイリンさんで、ね、そう、全然、185日ってもうね、クラクラする。あのな、一般的にありゃ、邪悪な顔っつうんだ。みんなわざわざ見たがるようなもんじゃねえよ。そう？達成感に満ちた素敵なお顔だよ。世界中のいろんな笑顔
シャカールちゃんの顔見てみたいね。すごいその時のね。お、一緒に笑ったら釣られてくれる？じゃあ行くよ。あっは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 ー。かわいい、かわいい。釣られっかよ、たくん。まず時がいのある数毒でも持ってこい。話はそれからだ。いやー、姉さん一人一人だけでも半年はきつく。いやー、うん、そうするね。姉、ね、そうそう、あんたかさんね、そう練習したら増えるとか。いやー、シャカールちゃん育成したいね、本当に。みんなよかった、みんなみんな同じでよかった。あー、こういうこういう雑談良いね、すごい。いやー、みんなでこの分かち合いたい、このね、こう、あー、早くね解放したい。家に電話しようかな。お父ちゃんお母ちゃんすぐ無理しよるからな。大輝ちゃんを60個くらいから始めた。あ、スカルトニーグルさん、すごい、12個もうあとちょっとじゃね、頑張って。ミスター CB ね、すべてのレジェンドの子出してほしい。ほんとそれ、ほんとそれ。そうするとなんかのガチャの意味がなくなるかもしれんけど、かもしれんけどさ、でもこれぐらいのね、一日一個とかすごいこの条件やってるんだからさ、多少目つぶってほしい。あ、一番ビースが足りんこに、あーなるほどね、そう、星が増やせるよね、すごい。トレーニングの後はみんなとっても疲れていますし。あ、なるほど、みんなの星を増やすのにやったりとかしとるんじゃね。あ、にゃんこさん、かわいい、いらっしゃい。今ね、あの同時視聴が終わって、ちょっとみんなであのレジェンドリースのね、みんなあと何にしてかい、お気に入りの推しの子がね解放できるだろうかみたいな話しとるが、何か体にいいものを差し入れしてあげたいんだけど。そうそうそう、タッキーさん、そうじゃね、そうじゃね。甘いものか、ちょっと待って、軽食か、それともがっつりお肉系とか。いやー、クリークママってほんま可愛いよね、すごい。あのここののすごい結んじるところがすごい可愛い。よし、もう全部用意しちゃいましょう。あ、ねえ、そうそうそう、ねえ、じゅんさんね、そうガチャでかぶってね、そう中途半端だよね。あ、星5に、すごい、推しの子が多い、それは激しく遠い。推しの子は多くなった。誰かしらおるから落ち着くわ。ホーム画面も、なんや、実家みたいやわ。お知らせがあるようです。あ、ねえ、カムカミちゃん、星5にしたいよね、一番の子は。これクリックしたらよいかいね。ミッション達成です。この調子でどんどんこなしていきましょう。あ、ちょっとミッションミッション達成、確認を忘れずにな。あ、知らなかった。こんなのもあるんだ。こんな情報もあるんだ。イベントが始まっているそうです。ブライアンちゃん、星5にしたい。な、うちはね、あのリーチかかってるの、あのオグリちゃんだったかな、オグリちゃんが星5にしたいな。あ、スカレットニドルさん、すごい、星5にしたんじゃん。よければ今度試食してみませんか。絶対ドンスちゃんとオグリちゃん以外、あ、ねえ、そうじゃね、揃いたいよね。弟はとっても可愛いんですよ。ねえ、みんな欲しくなるから困る、本当にそれ。ついてくるのです。ジュンさんはゴルちゃん星5になったの。え、すごい。プリンにお醤油をかけるとウニになると聞きました。あ、月縄さん、いらっしゃい、こんばんは。
ねえ、星5にしたい。お知らせがあるようです。どのような内容か見てみたいです。お知らせは見れちゃうはずなんじゃけどね。このようなお時間までどんなお仕事をしてらっしゃるのですか。少し拝見してもよろしいですか。YouTube にね、あのねるたまいのペイントークっていうところがあるから、それ見たらわかるよ。イベントが始まっているそうです。早速参りましょう。さあさあさあ。ねえマリアさんね、ほんとダイヤちゃんかわいい。プリンにお醤油をかけるとウニになると聞きました。本当かどうか試してみて。南さんとマスオさん来るかな。親戚はたくさんいますが、ウマ娘は多くなくて、そういった意味でもトレセン学園は興味深いのです。あ、いや並べたい、二人並べたいよね。アイリンさん、すっごいわかる、掛け合いが見たいよね。このようなお時間まで。星5はタキオンちゃんなんじゃ。月永さん、少し拝見してもよろしいですか。あ、はやひでちゃん、ヒロさんははやひでちゃんなんじゃ。雨の日はコースが重たいですね。やっぱりみんな、テレテレゴールさんを作りながら、うちも星5になったらみんなにお知らせする。弟はとっても可愛いんですよ。私が何かに挑戦すると負けじと後をついてくるんです。ネイタちゃんと一緒じゃん、ネイタちゃんと一緒じゃん。両親から定期的に贈り物。いざよいさんはチアネイちゃん、チアネイちゃん。倉庫をお借りするべきでしょうか。そんなにもらっちゃるの。イベントが始まっているそうです。早速参りましょう。さあさあさあ。あ、にゃんこさん育成お疲れ様。いすいす羨ましい。このようなお時間までどんなお仕事をしてらっしゃるのですか。少し拝見してもよろしいですか。今ねの馬娘の雑談枠っていうやつでね、配信しとるよ。お知らせがあるようです。どのような内容か見てみたいです。なんそれなんそれ、ちょっと、カレンちゃん近づいてくる演出。オウムは衣装固定で、ウマ娘は多くなくて、そういった意味でもトレセン学園は興味深いのです。イベントが始まっているそうです。ホームじゃなくて後ろ。あ、ありがとうタッキーさん、教えてくれてありがとう。いやでもね、あのダイヤ里のダイヤモンドちゃんね、あのホームに置いとらんかったから、すごいあのいろいろお話聞けて本当によかった。プリンにお醤油をかけるとウニになると聞きました。ほうほうほう、本当かどうか試してみても。ランダム、ランダムね。そうなんじゃん、ね、じゃあまたちょっと狙ってみる。みんなランダムにしてみようかね。よいしょよいしょ。カレンちゃん、カレンちゃん、え、カレンちゃん近づいてくる演出あるの。よいしょ。今カレンのこと見てたでしょう。うわぁ、ほんとじゃん。もっと近くでいいのに。知らなかった。かわいい今の。なになに今の。嫌いなものって人が最初の1回目で来た。カレンは秘密にするの。その方が知りたくなるでしょ。キャラもランダムにできる。あ、ほんとほんと。ねえマリアさん、これ可愛すぎる。マリアさん教えてくれて本当にありがとう。すごい好き。ねえねえ、どんな内容なの。すっごい好き。カレンも知りたい。ねえ、スカーレットニードルさんね、すごい。カレンちゃんすごいね、やっぱり育成もするから、あの入れ込みもすごいある、思い入れもあるから、すごい好き。ちょっと肩を抱いてもいいよ。これじゃ、これじゃ、してあげるから。ランダム、ランダム、これでもう一回ランダムの子見てみて、で後ろのしゃべってる子また見てみる。マチタンちゃん、マチタンちゃんもね、すごい。シャルちゃんがホームにしとったけど、あれも可愛いよね、すごい。
ねえ、カレンちゃん、恐ろしい子。妥協もしない。グラスちゃん。私が私であることを肯定していただき、とても感謝しています。かわいい。ここ、伝説のこれかわいい。お知らせがあるみたいですよ。お茶でも飲みながら、一緒に。これも良いね。これも良いね。この顔は、ね、ウマドルとして生き残るためには流行の最先端を抑えるのも大事だと思うんだ。あ、シャカールちゃんとファインモーションちゃんじゃない。ねえ、ワクオさんね、グラスちゃんいいよね、すごい。月縄さんは今稲荷ワンちゃんにしとるんじゃね。ウマドルのことはまだよくわからないけど、それはいいアイデアだと思うの。へえ。じゃあまずはセンスね。ド派手なふわふわセンスで視線をキャッチよ。あ、ねえ、アイリンさんね、うちもあの育成配信するときはホームのね、子はね、やっぱりその子にしときたいなって感じじゃね。ふわふわセンス、あんまり見たことがないの。ふわふわセンス、うちも見たことない。ド派手でふわふわ、いいですね、ウマドルにぴったり。あ、ねえ、マリ、そんな演出のある子がまだ他に。あとはキラキラなボディコンに着替えれば激マブでバッチグーよ。激マブでバッチグー、ケツカッチン。ボディコン、それも聞いたことがないの。さ、そうと決まればみんなで着替えましょう。ケツカッチンになる前に。あ、来た来た、ケツカッチン、ケツカッチン、ウマ娘でした、ケツカッチン。ねえ、ただ一人バブルでねえ、あ、バクシンちゃん、バクシンちゃんなんじゃ。ナウでヤングじゃねえ、ほんとに。よーし、行きましょう。あー、ウマダル、あー、わー、ファルコンちゃんかわいい。ちょっと待って、多分それ最先端じゃないと思うの。ますぐ挑まれるとこちらもまっすぐ返したくなるんですよね。よいしょ。やあやあ、カフェ、ちょっとばかり筋肉増強効果のあるドリンクを作ってみたんだが。ああ、何その、犬汁みたいな。自分の誕生日は推しに。ああ、なるほど、エリサ、そんなのもあるんじゃん。いやあ、それお祝いしてもらいたい。すごいね、このゲーム本当にすごい。何でもしてくれるが。ねえ、ヒロスンさんね、ある意味最先端。そうですか、飲みません。ねえ、風神ちゃんも可愛い。ねえ、やっぱりこれ系の飲み物って言ったらやっぱり犬いじるじゃね、犬いじる。あ、ねえ、ワクオさんね、自分の誕生日が、そうなんじゃん、近いとなんじゃ、近いと。そう、その通り、決して飲んではいけないんだ、どれほど飲みたくなろうともね、絶対にだ。カフェちゃんのこの顔がすごい。めっちゃ見下しとるが。知ら、かわいい、かわいい。ウマ娘、あ、イザヨイさんね、確かにあの、みんなに教えてもらって、あの、ダイワスカーレットちゃんの誕生日をね、すごい、確か一緒に聞けたはずじゃね。何ですか？用がないなら、言ってください。知ら。ダメだったか。あ、月の和さん4位。禁止されたものも、羨ましい。現象があるんだが。ねえ、マリアさんね、この二人のこの、なんじゃろ、この、ボケとツッコミじゃないけど、すごい、この、掛け合いはすごい、パーフェクトじゃよね。ドリンクを欲しがらないということは、君には当てはまらないようだ。非常に残念だが、効果が当たるとしよう。非常に残念なんじゃ。あ、なるほど、ヒロさん。じゃあ、やっぱりそこはちゃんと設定しとかんといけんのんじゃね。知らん。知ら、他を当たるんでしょう。それともまだ何か。うー、
メリカの妹からメールが来てて。ねえ、やっぱりタキオンちゃん油断ならない。可愛いですよね。タキトレが飲んで発酵するまでが忘れた。そういえばうちの発酵する機能残っちゃるかいね。残っちゃらんかもしれん。いや、今光ったら大変なことになりそうだからやめちゃこう。ふむふむ。ではその件はまさに隣のダートは力強く。川上ちゃんずっとキングちゃんの話、いやするよね。あのイベントストーリーのこととか見ちゃるとなおさら、いや聞きたい。おお、ジオノ王さん、その言葉は。ちょっと待って、あの多分ね、あの体しか光んない、すごい変なことになる。私はちょっとあの、ちょっとやっちゃおう、せっかくじゃから、もうここまで来たら、ちょっと待ってね。ならない。くすんでる、くすんでる。色がくすんでる。こんな色じゃったかな、こんな色じゃったかな。もうね、いや、あのこれでタキオンちゃんの育成配信やっちゃったのがすごい、あれじゃね、おバカみたいじゃね。ねえ、もう賛否両論。いやー、わかる。でもはるくん、はるくんね、みんなのタキオンちゃんの2回目の育成配信の時ね、これでやっちゃったからね、すごい。見ちゃらん人おらんかったら見てみて、すごい。ずーっとこんな感じで光っちゃるが。はい、ジオノートにまとめている格言です。日々の気づきを生かすことこそ次の成長につながると思いまして。なんでだか、あのジオノオちゃんって、ジオノオちゃんってなんかの漫画じゃなかったかいね、漫画のなんかのジャンプであの馬娘も漫画やるって聞いたが。ね、ハルクにエイリアン。周りが強い。そうじゃね、そうじゃね。ボクシングさん。スピードとはすなわち速さである。あ、サクダローレルちゃん、チオノオちゃんじゃないんじゃん。違う子なんじゃん。私の格言です。どうぞ新たに書き留めてください。あ、さくらローレルちゃんなんじゃん。ねえ、そっちの漫画もすごい楽しみじゃよね。もうやっちょるんかな。おー、ありがとうございます。あれ、スピードと速さ、シンデレラグレイでも出ちょる。違います。スピードはトレーニングして得るもの、速さとは自らを鍛えて得るものです。ねえ、うちもね、バクシンちゃんいっぱい苦戦しとる。なるほど、早速メモしておきます。スピードとは、あれ、トレーニングも鍛えるも同じ意味のような。ね、ね、普段普通のことはそれっぽく言っちゃるだけ。ね、いや、楽しみ、ローレルちゃんのお話。ね、まだ新しい情報出ちょらん。ね、すごい。ワクワクする。何かと目をかけていただいて、マルゼンさんには頭が下がります。
ご恩には報いなければですね。よいしょ、戻った。はい、しおちゃんはマルゼン姉さんの娘。そうなんじゃん。のんびり落ち着いて、忙しくてもリラックス。桜一族は大事なのはネタに尽きないだろうから出てきやすいですよ。ねえ、バクシンちゃん、でもそこが可愛いが。うまいね。ホタル袋ね、あの初見さんがさ、見に来た時びっくりするがね、見に来てくれたらなんか緑に光っちゃってイメージと違うって言われたらショックじゃからさ、ちょっとあとみんなの名刺が見れるんじゃっけ。さ、これこの辺、この辺の名刺、フレンドのこれ見ても良いのかな、これ大丈夫かな。木漏れ日のエールねえ、来てほしい、いっぱい来てほしいよ。あ、1コマ漫画も見たい、1コマ漫画も見たい。名刺見れんの、名刺見れんの。スカイゼロさん、あ、ほんとじゃん、ジュニアハイシルバーって書いちょる。名刺は見れんのじゃん。うちの名刺はお知らせがあるって。キングと共に高みを目指す権利をあげるわ。トレーナー名刺、あ、これうちの名刺、これ。ローレルちゃんが端の方で何言っちょるかわからんって言っちゃった。作っちゃると、あ、フレンドのところに出るん。ねえ、ゼルクさんね、すごい気になるよね。ちょっとキングと共にスター王ちゃん来てほしい。進行状況、あ、すごい見れる。32回、全然少ない。グッドエンドが14回。あ、そうじゃね、 SNS で共有する感じだよね。ねえ、確かに。でもアイリンさんのことすっごいわかるね。あ、ダクちゃんフォローするよ。ねえ、名刺ね、みんなの見たいよね、アイリンさんね、すごい。これと、あ、ディスコードとかで貼るんだ。なるほど。塊だよね。いろいろかなわ。あと1コマ、これ馬娘たちの日常の一コマが見られますよ。ほう、この辺はすごい知っちゃる。これ知らない。わ、ゼルクさん満面の笑顔の大神ちゃん。昨日のあの、たまちゃんのあの、おとぎ話の絵本のあの、本に出現思い出しちゃう。おう。ああ、増えちょる。鈴鹿ちゃん。この辺も知っちゃる。
これ知らない。あ、ケイミーワイさんありがとう。パリの老舗の茶葉。ダイスちゃんの一コマね、ちょっと見る見る見る。うん、これは知っちゃる。ねえ、このオグリちゃんはほんと完食しちゃいそう。ね、あー、これもヨーミチャル、ヨーミチャル。いや、ちょっと、この衣装のゴルシャン見たい、見たい。この衣装も、これも欲しい。あー、かわいいよね、やっぱりこのチビキャラのね、ウマ娘の子たちが、ほんとに。あ、ねえ。する。まあ、するじゃろうね。あ、おくめでさん、いらっしゃい。ちょうど今ね、あ、広告も忘れちゃった。やったー。今ね、みんなでちょっと、1コマ漫画見とるところじゃね。ねえ、この辺もよう見ちゃる。絵本の作、ライスシャワー。タキオンちゃんストーリーの一コマの。あ、はーやーくーのところが名シーン。ねえ。またなんかすごいあれじゃね、アップデート増えたよね、一コマ漫画。この辺もよう見ちゃる。ここの菱山兄さんすごい可愛い。これね、帝王ちゃんね、すごい。鬼。鬼。かわいい！なにこれ！初めて見たこれ！立冬映画感想会！2コマ目3コマ目って続きがあってね。ああ、早くなんかあった気がする。パクパクでさね、映画見ちょるとさ、すごいドキドキしてね、全然ポップコーンがね進まんことありよるけどね、ね、グッドエンディングで安心してね、すごいようやく食べれるようになったんじゃろうね、すごい。あ、馬娘の秘密も増えちゃう？主演僕による最高のオペラ、これ、配信載せるの大変そう。ね、にゃんこさんね、ホットソース。これね、これはいけんよね、これいけん。ねえ、いや、うちさ、一時期ハマっちゃったけどさ、辛いもの。もう今すっかりもう全然食べれんよ、辛いもの。本当に辛いの食べて、すごい体調悪くなったことあって。もうね、それです、すっかりね、もうそんなに辛いもの欲しくなくなっちゃった。つけらばさん、グラッちゃん怖い、それ。いやあ、なんかガンダム出ちょった。シャアが出ちょったね、シャアが。ねえ、和光さんね。マックのナゲットソース辛いのが、え、美味しいの、え、え、食べる、え、食べる。ねえ、まさひろさんね、なぎなたで。けさ切りか。お腹をさっきの腹を切りなさいで一月なのか。怖い。いやー、こんな感じですごいテキパキとね、すごい。いろいろできたらすごいつよつよなのにな。憧れちゃう。
ヒロスンさんもね、すごい。あの、ほどこだわりがいいよね、やっぱり。あんまり辛いの極めすぎると良くないが。月の輪さんはトリチ、トリチ。エルちゃんとグラスの絡みは、うまよんの漫画、うまよんの漫画読みたい。三種の唐辛子ソースってのが、あ、ほんと、え、頼んでみる。エルコンドレ、ゼルクさん、それずるい、もう。二回切られとるか、それ。クラスにまんじ固めを食らう、エル。ちょっと待って、エルちゃんだって頑張れるはず。なんでみんなグラスちゃんが一方的な、あれになっちゃるの？ねえ、KBY さんなんかのガンダムの CM やっちゃったね。マックで。アグネスデジタルちゃんも来てほしい。ウンスちゃんのね、育成もやりたいね、すごい。シャーのガーリックソースのパンが、ガーリックソース美味しそう。この暑い日にすごく良さそう。グラスちゃん最強だから。ねえ、確かにね、奥村さんね。グラスちゃんが、レースは置いといて、ガチンコで負けるイメージは確かにあんまりないね。鎌倉武士じゃから。くそ。あ、和光さんね、さっきあれよあれよ、みんなと話しよったらさ、やっぱりチーム編成の件でさ、やっぱり、ダートの子がおった方がいいからさ、次、エルちゃんにしようかなって思うの。清楚系鎌倉武士。くそ。あ、これ大好き、これ大好き、これ大好き。これ可愛いよね、すごーい。タッキーさん混ざりすぎ。でもグラスちゃんだったらなぎなた持ちそうじゃね、ビームなぎなた。あ、エルちゃん、あ、エルちゃん、ちょっと待って待ってね。ワインモーション、あ、さっきの二人じゃん、さっきの二人じゃん。ワインちゃんとシャカールちゃん、ワンランク上げ推奨。あ、ほんと？ちょっと待って、じゃあ、後でみんなに見せる、ちょっと。あとさ、エルちゃんも育成もするんじゃけど、今日ね、なんでこの配信しとるかっていうとさ、あれじゃね、クライマックスに挑戦したいの、クライマックス。で、それはまたちょっと後で話すが、ね、それのちょっとあれも話もしたいが。はやひでちゃんじゃ、おっきい。ラーメン大好き、ファインデンか。違う漫画じゃね、違う漫画じゃね。まやのちゃん。あ、そうそう、ゼルクさん、メイクラまだ一回もやっとらんからさ、やりたいの。で、この前、ずいぶん前にみんなに言うたら、育成したことが、ある子で挑戦した方が良いって言うちゃったからね。そうそうそう。うん、クライマックス挑戦。で、うちのね、候補の子がおりよるから、ちょっとそれ見せたいが。カフェちゃんね、1個まで。いやー。めちゃめちゃ油断してた。だってこの漫画読んじゃったからさ。まだマイルドな感じかと思っちゃったんじゃけど、ねえ、ストーリーあれ、育成あれでしょ？本当に騙された。許せん。これだけはサイゲさんに文句言いたい。クレーム案件。ガチ育成の時だけで、ああ、なるほど。あ、そういうことじゃよね。だから2回目にした方が良いって言っちゃったのは。え？人としての感情を捨て去らないと。こういうストーリーがないので、あ、育成済みの、あ、なるほどね、ゼルクさんね。
ちゃん。あ、あ、これね、これね。これがローレルちゃん。これがローレルちゃん。いろんなイベントあるからおすすめ。人間をやめるぞ。仮面かぶっちゃう。ウマ娘に登場することなくひたすらレースに出しまくるのが鬼、悪魔、タズナさん。みんなそんなことしよるの、クライマックス。あ、これも初めて見る。鬼にならないと結構それちょっとそれちょっと推しの子でやるの結構それはちょっと推しの子でやるの結構苦しいが、それ。あ、マリアさん。推しの子を育成するときはミュート推奨。くそ。な、無理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 。やだよ。33戦は普通に出走するし、40! え?うち今日爆心ちゃん15ぐらいしちゃったけど。旅。やらかしちゃるけどさ、それは、うちなりのあれの、頑張りの空振りであってさ、うちの頑張りの空振りであってさ、あるけどさ、たまに、欲に目がくらんでポチってやって、あーってなることは確かにあるけどさ、35戦、ほんまに、いや、無理無理、マリアさん、ほんとそれ。あんまりお声聞きたくない、そういうの。覚悟が必要なんじゃ。雪の美人ちゃんもかわいい。助けよう。因子さえちゃんとしていれば、S 以上は確定。場合によっても SS。あ、じゃあうちの目標達成できる。S なりたいもん。ねえ、和光さんね、両親の呵責。ねえ、ほんと。サイゲさんも鬼なシナリオを作りうるね。役付け育成。あ、これね、あ、これがの今コメントで言っちゃったの。作絵、ライズサワー。恥ずかしいってやつじゃね、恥ずかしいってやつじゃね、すごい。これあれじゃねえの、メインストーリー2章の絵本じゃない?連戦は当たり前、5連戦は必要な時も。いやー、30戦はデフォ。URA ファイナルの倍なんだけど、ちょっと。クライマックスのマイローテで、38から35。ウマ娘に対して鬼になれば S。 その S に、なるほどね、なるほどね。ま、そう、あるね、でも、うちもきっとそれするんじゃろうな。あ、トワルさんいらっしゃい、こんばんは。遊びに来てくれてありがとう。ねえ、さっきの絵本じゃよね。メインストーリーの絵本じゃよね。ロブロイちゃんによって掘り起こされた。SS 以上確定で作れるんじゃけど、SS プラス。で、ジュンさんで UG 撮りたい、UG。ねえ、そう、ワコウさんね、今、A 頑張って、A 行くか B とかじゃからね、うち今。そうそう。ちょっとね、せっかくじゃからさ、もう一ランク、もう一皮むけたいが、青汁とケーキをセットで食わせると強い。UG ダメ、強欲で謙虚なんじゃけどダメかね。
ライスちゃん自費出版あの一冊だけなんかな、二冊三冊欲しい。トハルさんありがとうそう言ってもらえたらすごい嬉しいよ。根性育成ならそのローテでワンチャン UG 行く。現にマルゼンちゃんはそれで UG できた。強欲で強欲じゃからだバレた、謙虚さが入ってなかった。カレンちゃんとアヤベちゃんの組み合わせ大きい。青春だと A 以上の育成が、あ、そうなんじゃん、あ、そうなんじゃん。確かに A までしかいかんもん今んところ。 UZ もサポカもしっかり揃っちょらんと、あ、厳しいんじゃん。アヤさん頑張るど、え、頑張る頑張る、なんとかならんかね。あの結晶石なんかの金の石のかけらと虹の石のかけら集めちゃるからさ、あれでなんとかサポカできんかね。サポカ的には友人厳しい。頑張る頑張る、落とすよね。あ、そうそう、にゃんこさん、それそれ、500色の色鉛筆。いなりワンちゃん、なんか最近だんだんチケゾーちゃん笑えなくなってきちゃった。ちょっとねえすぐ泣きよるからさ。ねえ、あやべさん欲しい、うちも欲しい。オープンリーグ目指して A プラスメイン、マックちゃんに勝てる S キャラを作る。ねえ作りたい。いなりちゃん来てくれんかったねえ、みんな、あー、さっきもさ、みんなで話しちゃったけど、レジェンドレースで解放できるようにしてほしい。あ、かわいい、カレンちゃん。うちあの、カレンちゃんのさ、配信育成の時にもさ、このハッシュタグつけた。チャーミネ、ね。川上ちゃん、マカロンも入っちゃる。いやー、この前のさ、たまちゃんの育成でさ、すごいキチーちゃんのすごい印象すっごい変わった。あれやってよかった。 SR 貫突とハイフ SSR 貫突で遠視が本当できとれば A プラスから S プラスまで、そうなんじゃ、 SS までいけんかね、 UG までいけんかね、それでもかね、それでもなんじゃ。あ、ひちいちゃんね、もっちょらんのよ。マリアさん、この前のねガチャ対決で、あのひそらシャルトちゃんっていうね、あのお友達のライバーさんがね、すごいひちいちゃん当ててて、ちょっとねすごいめっちゃ嫉妬した。レインボーペガサスパフェ、そんなお可愛い名前なんじゃん。貫突ファインちゃんか CB、 あやべさんいくのちゃん、あーなるほど魔法カード使わんといけんのんじゃん。そうなの、マリアさん、そうなんよ。切り抜きも見て、ちょっともううちがさ、あのもう耐えきれずちょっとって叫んじゃるからさ、もうUG はサポカと因子と人の心を捨てるなんでみんなそんな物騒なんよ、物騒なんよ。UG ね、 UG はそこまでいるんね、ぬぬぬぬぬ。あ、ねえマリアさんありがとう。シーキングザパールさん、ウィンディちゃんやっぱり神よるね、神よるね。これあのみんなが話してくれたそのギムレット
ジムさん、ジムさんも質問者ね、ジムさんも。あ、ツインブトーソーちゃん、これ知らない。トゥインクル、トゥインクル、これもね、ちょっとみんなでストーリー見たいが。ウィンディは、鉄馬に噛み癖が。大馬さんに噛まれたら絶対痛いがね。あ、あやさん、サポカは貫突。24万、そうなんじゃ、あやさん、教えてくれてありがとう。大変じゃん。あ、当選状なんじゃん。ネイル中に押すのは絶対ダメじゃよ、もう。トレーフムよりレースが基本なので、本当に慣れないと心が持たない。ええー。いや、あのさ、なんでさ、うちはこんなにさ、みんなのコメントにさ、ビックビックしとるかっていうとさ、みんなが書いてくれたことはさ、本当なんじゃよ、本当。こっから本当に怖いよって言ったら、本当に怖かったりさ、こっから泣けるよって言ったらさ、本当に泣けるが、人の心捨てよるって言ったらさ、じゃあ、捨てることになりそうじゃね。どうしよう。頑張ろう、ちょっとうち。あ、ねえ、監督はちょっと無理。うちもだってウィンディちゃんね、決勝席で、なんとかカバーしたもん。つてが足りてもレースで事故るから、あー、目覚ましが解けら。目の入らないだけ。そこまで行っちゃう。ね、ゴルスちゃんは当選冗談者の仲が悪く、ゴルスちゃん。嘘でしょ。もしかして、それを反映したのさっきの1コマ？細かい。ねえ、友人、そんなに修羅の道なんじゃ。フラワーちゃん。あ、これ好き、これ好き、うららちゃんだ、これ、かわいい。このポーズ、すごいかわいい。バンブーちゃんもね、すごい、イベントですごい良かった記憶しかない、もう。惚れたってやつ。ピコーペガサスちゃんが来たら、このキャロットキック、キャロットマンキック、これ実装してほしい。あ、ゴルスちゃんがジョーダンちゃん蹴り。なんかさ、大馬さんのイメージがどんどん変わりよるよね、競馬のお話聞いとるとさ。やっぱりみんな個性あるんじゃなって思っちゃう。ねえ、うららちゃんね、かわよいよね、和光さん。マーベラス。キタルちゃん。ダートも走れると、10月後半、12月後半のゴレントンは、当たり前だはず。いやー、じゃああれじゃね、エルちゃんとかオグリちゃんとかで走ったらすごいことになるね。3連戦年末くらいしかやらないんだけど。ああね、ジュンさんね。やっぱりみんなそれぞれのなんか、スケジュールあるみたいじゃね。わ、すごい。雨の中にも散歩に来る。本当に自由人じゃん。三連戦を2回くらいに抑えて、出れる G1 も、できるだけ出たら S にはいける。短距離から長距離まで走れる、キングちゃんが、よりによってキングちゃん、よりによってキングちゃん30戦くらいで、一番避けたい子なのに。いや、でも、キングちゃんの、ストイックなところから、いやでも、キングちゃんからなんかすごい、お叱りの言葉が来たらちょっとショックかも。
ベルちゃんは距離適正も結構いけるので、あ、ダートやりやすいね。ダート枠埋めたい。あ、和光さんのキングちゃん長距離最強。ジュニアも年末で4連戦5連レースボーナス。でもレースボーナスはすごい正直欲しい。あー、蹴っちゃダメよね。ウィンディちゃんは噛みつき、お馬さんの噛みつき絶対痛いよ。キングちゃん36戦で SS。 すごいね、キングちゃん。マリアさんね、え、ほんとそう、幅広い。負けそうになると噛むの。ほんとに困ったさんじゃねえ。4戦とか5戦レースあったら、グラスちゃんが、ねえ、グラスちゃんも長距離強いよね。なるほど。自前で開けてるね、ここの帽子のこれは。ねえ、エルちゃんダートでエース貼ってもらっちゃう。ねえ、すごい、やっぱり、エルちゃんちょっと育成してね、ダートの枠。しっかりとめちょきたいね。マチタンちゃん。かわいい。ティッシュで小寄り作ってからこれ入れちゃうのかわいい。マリアさんのキングちゃんもマイラー。キングちゃんで38戦走って。根性で SS プラス。オグリちゃんが一番オール前に、ねえ、オグリちゃん強いよね。わかる。イザヨイさんね、うちもオグリちゃんオールマイティ。あ、マリアさんのところはヒチーちゃんがエースなんじゃ。あ、でもジュンさんすごい、友人のエルちゃん作れちゃるの。めんどくさい。メンディー。今だけは難しい。これはわかんない、うちも。あ、あやさんはデジタルちゃんなんじゃん。デジタンちゃん。にゃんこさんのデジタンちゃん40歳。すごーい。検証しないで、全距離適正。あ、そうなんじゃん。あ、ホイジャからみんなキングちゃんですごい頑張っちゃるんじゃね。オグリちゃんとエルちゃんもね、そうそうそう。うちもね、オグリちゃんがエースだと。トレーナーもリピプは、なりきりの精神マージ、リスペクト。難しい、難しい。リピパはな、リピパはなりけりの精神。マージリスペクト。あ、そうなんじゃ。みんなのキングちゃん、みんな適正なんじゃ。あ、ねえ、和光さんね、そうそう。マルゼン、あ、ヒロさんはマルゼンちゃんで友人。ねえ、ジュンさんね、そうそう。みんなね、本当にあの、本当に推しの子が来たらもう天井を目指したいよね。わあ、このに、この、これも初めて見るか？ダイヤちゃんのお茶。パーマーちゃんが解説してくれるから。ねえ。ターモちゃん、ターモちゃんも来てほしい。はにを実装してほしい。あ、ねえ、あやさんね。オール適正のね。うん、キングちゃんね。あやさんのみんな金ピカでから本当にすごかったわ。すごい。星4とかいっぱいじゃった。星5とか。わあ、すごい。これかわいい。これかわいい。欲しい。なんかあの、聞くところによるとさ、あの、プラモデルも出ちゃるって聞いたんじゃけど、馬娘のね。
すごい。こういうぬいぐるみを出してほしいが。ねえ、達筆、達筆。バクシンちゃん短距離だろうに、よう頑張った。チョコボンちゃんも適性広いから、使い勝手良し。ねえ、そうそう、ぬいぐるみ欲しいよね、すごい。おぐりちゃんの中のすごい、ねえ、本当にあるぬいぐるみみたいなさ、あれぐらいのデフォルメで欲しい。手持ち40ぐらいおりますが、今、30ぐらい SS できて、ヒロさんすごーい。ねえ、ワコさんね、そうそう、組み立ててすごい可愛く作るの大変そうなんじゃもん。ねえ、いや、作れたら出したいぬいぐるみね、すごい。憧れちゃう。ねえ、バカプチのぬいぐるみね、すごい欲しい。ドスコイクッキング。ねえ、ヒロさんすごいよね、すごい。育成も上手。この辺全然すごい。ナウローニングは早くてさ、全然目にも止まらぬ速さでね、すごい。見れんからすごい嬉しい。キーキャンシー。これなんかスローンっていうかね、スローン。スローンナイトグローリー？あ、ねえ、ティッシュ箱。ねえ。バクシンちゃんも検証次第。ねえ、因子の検証でね、すごい。さっきのね、動画の同時視聴の時にもみんな教えてくれたが、すごい。ねえ、因子の検証でね、苦手な子が得意な子になるのってほんとすごいよね。着物を着た幽霊が出る。すぐさえつかめば。適正 S まで、すごーい。うちは頑張っても A までだよ、すごーい。いつもお世話になっている。わー、すごい。メジロブライトちゃん。すごーい。テーマパーク。スピードのトップロードちゃんの監督とどっちを、どうしよう。さっきの話聞いちゃったらさ、講座の話とか聞いちゃったら、賢さも大事だし、でもスピードのトップロードちゃん。でも、そうじゃな。それじゃったらうちファインモーションちゃんの監督の方が好きかもしれん、じゅんさん。天王ちゃんのプラモデル9月発売。夏まで待たんといけんのんね。早く来てほしい。ねえ、ちょっと、ねえ、どんな感じなんじゃろう。気になる。あ、ジュンさんありがとう。ねえ、ファインモンズちゃんいいよね。ハッピーミークちゃんの。かわよい。クラゲしかり。チームファーストの子もね、すごい来てるよね、これは。ビターグラッセちゃんの作るそば。美味しそう。貴様。あ、これ好き、これ好き、かわいい。あ、あやさん、ありがとう。ねえ、そうそうそう。ねえ、ミークちゃんと、リトルココンちゃんと、ビターグラスちゃんはね、すごい、
お名前ついたよね、本当のお馬さんに。すごい話じゃね、本当に。あー、マリアさん、羨ましい、それ。ずるい。欲しいと思ってきた、思っちゃった子が、来るのはすごい、運命感じるからすごい羨ましい。馬ぴょいもつけられてる、え？馬ぴょいっていう名前のお馬さんおるってこと？いやー、マリアさん。ブライトちゃんね、泣いた、あそこはすごい。ずるいよー、予想外じゃったね、あそこ。はずなさん。え、超巨大スパ。馬ぴょいっていう名前のおばさんおるんじゃ。え、でも、馬ぴょいって名前が可愛いから、ありじゃねえ、全然。おとなすきさん。あ、馬ぴょいって子おるんじゃ。一人の話。いろいろつけられてるから。ねえ、ぬいぐるみね、すごい。クレーンゲームとかなんかね、なんかの、挑戦できたらすごいしてみたい。ねえ、サプライとかで出そうじゃね。あ、これ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 。ちょっとさ、みんなすごい気になっちゃったんだけどさ、これ、妹さんおるの？妹さん。安心沢、安心沢ささみちゃん。ねえ、まさかの妹。この子の、ビューティーさん。ねえ。スタミナとパワーの印象を持って、SS を目指す感じで。評価点 SS! ちょっと待って、ヒロさんのそれメモする。スター。な、やっぱりカードの配分も大事なんだね。ちょっと、よいしょ。スピード3枚、パワー2枚、スタミナ1枚。ビューティーさん、ビューティーさん。あ、花嫁衣装の勝負服デザイナーね。あ、イベントストーリーに出てくるんじゃ。見れてない。見とけばよかった。あ、でもアーカイブがあるから大丈夫じゃん。いやー、そうなんじゃん。そうなんじゃん、ビューティー安心だわ。ね、ネタバレが気になっちゃったから、ねるちゃんの見とらんかったけど、ちょっと見よう。もう、ね、結局アーカイブで見れんことが分かったが、あれ、イベントね。過去のイベントもあれで見れたらよいのにな。花嫁衣装の時に出るんじゃ。あ、一瞬した。ねえ、頑張ってるリコちゃん、ほんと好き。かわいい。かっこいい。眠気を飛ばすのにコーヒーを飲む。これは何？これは。馬娘たちの秘密が気になります。ああ、なるほど。なるほど、そういうことね、これ。ねえ、ビューティー安心ざまさん。すごい、なんて言うんだろう。人間側さんのところで、へんてこりんな人がようできよる、でよるね、馬娘は。ねえ。馬娘、秘密のこの項目って、こういうことなんじゃん。名前。ねえ、ヒロさんすごい。あ、実は衣装は自作。わー、すごい。
ハンバーガーの食べ方が下手。フルーツ牛乳派。畳職人に憧れてる。知らなかった。インナー選びにはかなりこだわる。あ、スポーツのルールに詳しい。すごい。ねえ、じゅんさんね、すごい。これ、この秘密にも元ネタが、あ、そうなの？ゲームイワイさん、雰囲気。雰囲気。なぜか変換できないってやつじゃね、それ。あ、リラックスしたいときは、ショパンの CD を聴く。ねえ、すごーい。実は、発汗時はやや苦手だが、我慢して食べている。ねえ、和光さんね、ほんとほんと。実場とか馬主さんのネタ。そうなんじゃ。ね、このマスクとかね、そうそう、これ、柔軟剤とかね、ほんとに使っちゃりそう。あ、爪をきれいに切るのがとてもうまい。あ、そう見るとあれじゃね、なんかね、ほんとの真実のあれが、なんか見えてきそうじゃね、すごく。おとなしさんを本当に7カ国語話せるの？すごーい。それは知らんかったよ、7カ国語。7カ国語喋れるの、すごーい。いなりちゃんに蹴れ癖があったから、バボーの壁に畳が。そういうこと？そういうことなの？なんか知ってる。なんかこの、そういうことね。エアグレーブちゃんの子供に、ショパンっていう名前の子がおったってこと？すごい。ウマ娘深い。あ、コーヒー2杯以上飲むと夜眠れない。かわいい。好きな映画のベスト10のうち半分がほら。あ、合気道の油断者、これは見たね、これは見たね。ねえ、リコちゃんポンコツかわいい、ほんとに。川上ちゃん、1年で12センチも背が伸びたことあるん？すごーい。カブトムシを捕まえた。なんで、どういうシチュエーションなの？ねえ、マリアさんね、すごい。サイゲさんのこだわり半端じゃないが？あやさん、ありがとうね。そう言ってもらえたらめっちゃ嬉しい、もう。いやーでもすごい。ねえ、こんな、ウマ娘の子たちみたいに個性的に頑張れたらいいな、すごい。蹴るんかね、蹴るんかね、すごい。あ、砂糖菓子を食べ出すと食べら止まる。わかるー。あ、すごい。ひったくり犯を捕まえて感謝状をもらったことがある。あ、これ見た、これ見た。お財布空っぽにしたことがある。ドラマを見るときは、一人ごとで使う。すごーい。ねえ、すごい。こんなにあるんじゃん。すごい。これもちょっとまたね、すごいじっくり見たいな。ねえ、すごい。本当にすごいこだわりだよね、マリアさんね。いやー、和光さんね、最近ドンブラザーズ見てね、すごい、ツッコミはせんかったけど、すごい大爆笑しちゃったことあったわ。ねえ。やっぱりね、なんか、同時視聴の時とかさ、ウマ娘の実況もとか、ゲームしとる時とかもそうじゃけどさ、割と結構ね、すごい、リアクション外に出しちゃう。そういうの。あ、そうなんじゃ。お父さんの影響でゴルフに関心。すごーい。朝、配信にあったんだけど。あとはさ、これ、衣装変更。うん。身も心も引き締まるな。これって何？
なんだかんだ周りには元気もらってるし、いっちょ私も応援しますか。え、すごい。おおほほほって笑うの難しい。笑うの難しいよな。おおほほほって、いやー、うちも爆笑しちゃった。すごい。こんな見れるんじゃん。この後ろにつけちゃうこのポンポンがすごいかわよい。うん、身も心も引き締まるな。おお、すごい。あ、ちゃんと見れる、すごい。あ、うちのスペちゃんちゃんと衣装ちゃんと。日本一の馬娘スペシャルウィークです。ジッパー壊れちゃらんかい。大丈夫、一番人気にだってなれるでしょうか。あ、下から覗く、そんなことできるの。あ、できん。どうでしょう、一番人気にだってなれるでしょうか。上もダメじゃん、上もダメじゃん。この勝負服とともに頂点。いやー、次に目指す的はどこかね。ジッパーは尻尾の毛はさ、ねえ、そうそう。ねえ、これ下、下、これ下。ねえ、すごい。いや、すごいね、すごい。本当によう、できちゃる。衣装を変えたら、通常ネイジャちゃんの育成でも、チアネイジャの勝負服に、あ、なんだかんだ、なーるほど。元気もらって、これね、衣装変更。ね、あ、ほんとじゃ、ほんとじゃ。なんだかんだ、なーるほど。すごい。一丁私も応援しますか。え、すごーい。え、すごーい。え、これは、これはかわいい。あ、しかも後ろも見れる。やばーい。なにこれ、なにこれ。いや、これはいい、これはいい。ダメダメ、シャキッとせんと。喋りよる、すごーい。ね、すごいね、じゅんさん、これ。サイヒさん、すごーい。共通衣装で星さんの駒、あー。凛々しく、優美。そういうことね。優やかに、仕事を。これで合っているでしょうか。お腹の空いた服を着るのは新鮮なもので。勝利モーションにいきなり。ゼン。わあ、すごい。見れる。凛々しく、優美に、きらびやかに。ダイヤは輝いて見せます。ね、勝利モーションにいきなり。ゼン。すごいね。こんなんできるんじゃん。ね。じゃああれでしょ、あの会長さんにすごい、この共に頂点を目指す。これでは次に目指す的はどこか。すごい。この勝負服と共に頂点を目指す。ねえ、タッキーさんね、これ雨の日に走らせるのはちょっとあの酷な気がするが、ちょっとねえ。頂点に立っても有頂天にならず、気を引き締めねばな。会長のダジャレ来た。ダジャレ来た。さあ、次に目指す的はどこかね。人数いるサークルだと。え、舞台で馬ピョー、嘘。
ねえ、和光さんね、そうそう、たまちゃんの勝負服のね、イベントの時にもさ、思ったけどさ、あの、おろしたては汚すのにすごい抵抗があるが。ねえ、いやー、このチビキャラでレース走ったりとかも見たい。この服を着ると、パワーが湧いてきます。いやー、え、バンバン、見れる。誰にもビクリは渡しません。ねえ、帽子かわよい、これバンバン。誰にもビクトリーは渡しません。へえ、すごい、こんなんできるんじゃ。いや、え、みんなのこれでさ、自慢できるよね、すごいねえ。白い稲妻参上ってな。決まってるやろ。あ、すごい、背中の稲妻マークもちらりと見える。専用やからな。部長店だったな。正月ルーちゃん、うらやましい。もっちょらん、ミニキャラマピューね、すごい。いや、いいな。うち専用やからな。他の誰にも着させへん。サイズの問題ちゃうで。これは確かに新規の子一体一体作るのすごい大変じゃね。なんかの新しい子作る子になんか8ヶ月とかなんかかかるとか書いちゃったが。ねえ、それは納得のクオリティじゃんよ、これ。プレステ4のゲーム。ねえ、ほんとに。なんと、じゅんさん、これ無料で遊べてしまうゲームなんですよ。すごーい。あ、にゃんこさん、にゃんこさん昨日引いたの、大輝ちゃん。すごーい。ね、いや、うちね、あの、新章の大輝ちゃんね、来てほしいな、ちょっと。1万5000ジュエル貯めて回したい。私だけの特別な勝負服。サークル画面で無料で見れます。一着を狙うぞ。かわいい、マツタンちゃん。いやー、デフォルメするともっとかわいい。この衣装を着た私は、いやー、キャラデザインする人本当に天才。タラッタッターン。これを着ると踊りたくてうずうずします。かわいい。いやー、満足満足。ねえ、マリアさんね、すごい可愛いよね。中山さんの勝負への姿勢は私とは対決的ですが、だからこそ学ぶものがあると思います。これも、あら、今日はどんなご用ですか。マツタンちゃんの衣装ねえ、すごい、着てみたい。すごい、トレーナーノート。ああ、なるほどなるほど。たまちゃん、ミニキャラカレンちゃんの破壊力やばい。トークギャラリー、おお、なにこれ。のログホームのトーク画面、すごいねこれ、すごいねこれ。あ、ふむふむ、これね、これね。ではその件はまさに、あ、さっき見たやつじゃん。力強くね。え、ちょっと待って、ちょっと待って。
ウマ娘の好感度が高いと、その子のプロフィールとかもトレーナーノートで、キャラのストーリーも見る。知らなかった。あるあるある。これはこれ、もしかして聞いとる？先ほど記者さんから取材で、いつもきちっと思いに応えてくれる。ふかふかみさん、こんばんは。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。今日はね、ちょっとあの育成以外のちょっと馬娘ちょっとねポチポチしながら遊んじゃるよ。我が一族からも悲願達成となるかとの声も多く、正直この足にかかる重みは想像以上で、答えがいがありますね。いやーすごい大人。ダイヤが一番に輝くところをしっかり見ていただかなくては。ねえ、こういうの見れるのすごいよ。いや、てっきりあのホーム画面のところのね限定みたいなイメージだったから、すごい助かる、こうやってログ見れるの。育成イベントギャラリー、おぐりちゃん、ねえ、すごい、わくわさんね、そうそう。やっぱり、こういうところもすごい見たかったから、すごい。あ。ありがとう。わー、すごい。うん。そうだ。よろしく頼む。こんな感じで見れるんだ、すごーい。ねえ、ぬいぐるみ欲しい。あ、メガネさん、あ、スパチャどうもありがとうございます。あ、初見さんいらっしゃい、本当にありがとう。ありがとうございます、すごい大事に使わせてもらうね、ありがとう。温泉旅行を見とけば、あ、そうなの、いさよいさん。あんね、そう。みんなにもさ、そう、お伝えしときたかったんじゃけどさ、あの、うちの育成配信で、散々来なかった、あの、温泉、来ました。温泉来たんよ。しかもね、2個来た。トレーナーノートではキャラ、そうなの、見れるようになったの。キャラガチャとサポで、実はね、ちゃんと見てない。スキップで飛ばした、ちょっと。本当さ、めちゃめちゃ不本意だったからさ、すごい。そう、ありがとう、みんな、そう。せっかくじゃから、これログで見れるか、見れるか、もう。ログで見る。温泉。あ、これ。あの、ショータイムモードで難易度上げたら、弾かれたやつじゃ、ノーマル。これ、温泉旅行。32人。嘘、そんなに？すごーい。ねえ、バクシンちゃんはすっごい苦戦しとるからさ。ねえ、やっぱり、一番じゃね、温泉も。姉さんを見れてよかった。そうだ、なんで配信で来んのよ。ねえ、配信者罰、ほんとに。トレーナー室で資料整理しとると、福引きで当てた温泉旅行券。え、クライマックス温泉ないの？でですね。配信補正は。そうね、ワクワさんね、ガチャに持っていかれちゅるが。バクシンちゃんにね、そう、これ。なるほどです。
あ、今気がついた、これ後ろ生徒会室のやつじゃん。あ、メガネさん、はじめまして、こんばんは。さっきはスパチャどうもありがとう。遊びに来てくれてすごい嬉しいです。マリアさん、ずるい。まだうち数えられるほどなのに。むむむ。居眠り。バクシンちゃん、やっぱりなんか、いろいろ言いよるけど、やっぱり自由人じゃよね。いざ。ね、エクリプスってやつ、ねえ。わあ。あ、キリウィンさんとかあれじゃない、あと、グラスちゃんの時と、あとリコちゃんの時のやつもじゃねえ、ここ。あ、SS 月ポンズさん、こんばんは。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。温泉旅館。な、気がつけば、気の身気のまま、旅館の前に立っちゃった。ほほー。日帰り温泉？行きましょう！ねえ、せっかくじゃから泊まっていきたいが。ねえ、爆心ちゃん、私服かわいいよね。えへん！おお、すごい、結構ガッツリじゃない。わ、すごい。ねえ、和光さんね、普通にあの旅館のさ、あのねえ、お料理食べたい。ねえ、すごいセクシーシーンじゃん。温泉はむせ欲しい。すごい、サービスショットじゃん。トレーダーさん。ねえ、すごい、ピカピカになっちゃる。えへへ。いやー、ヒロさんすごい、あと残り5人。ほほー。むむむ。温泉の、いざいざ。卓球。ねえ、もう少しねえ、なんかの、マッサージチェアとかでゆっくりとかしようが。行きます。やっぱり、バクシンちゃんはバクシンちゃんなんじゃな。旅館内の設備を大いに活用し、バクシンちゃんとたくさん遊んだ。ねえ、マリアさんね、温泉行きたいよ。いやー、日帰りなのもったいない、こんな良さそうなところ。あはは。いやー、でもすごいリラックスね。いい息抜きになったんじゃない、これ。ねえ、そう、和光さんね、そう、激しく同意。ねえ、そうそう、もうちょっとゆっくり使ってほしい。すごい、バクシンちゃんにとっての委員長、存在が大きい。行きます。ねえ、頑張ってほしい。バクシンちゃんでね、クライマックスもいけたらつよつよになりそう。ゆっくりすることを知らないバクシンちゃん。ね、バクシンちゃんはマイシン王という称号がある。マイシン王。ねえ、そう、マリアさんね、ほんと。イベントとか進めるあれでね、すごいちょっと
配信の時に一緒にみんなでね、すごいワイワイできんかったイベントとかをね、こういう感じで消化したいな。ねえ、まだまだ遊ぼう。はい。あ、爆心王って読むんじゃ、爆心王って読むんね。温泉伝説。このことね、このことね。あと、これ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 。待ちかね、服着たるちゃん。ないかいね、ないかいね。あれ？ないのかな？あれ？もう一人なんか、見た気がしたんじゃけど。あ、あったあったあった。温泉旅行。爆心ちゃん1200メートル50回。ね！そうそうそう。寝ぼけちゃう。ちょっと待って！ちょっと待って、気がついたら11時じゃん。今日さ、雑談枠だからさ、1時間かちょっとぐらいで良いかなって思っちゃった。ごめん、夢中になりすぎちゃった。ちょっと、これラストにさせて、これラストにさせて。ごめん、みんな、すごい、また、夜遅くまで拘束しちゃって。楽しいで、楽しいで。いや、だって、ワコーさんさ、いや、1時間、ちょ、3時間はちょっと長すぎ、雑談枠なのに。あ、育成戦でもそう、育成してないのにじゃ、育成しとらんのに、最初の B、え、最初の BV だってあんなに少なかったのに CM とかばっかしだったよ。トレーナーさーん、やだー、アーカイブが見直しにくくなるじゃん、これ。いや、でもこれ、馬娘があってこそだからね、ちょっと。そう、ちょっとうち雑談力弱いからさ、ちょっと、こうやって何かね、一緒にみんなで見ながらだったら話せるかなって思って。やりました！わぁ。警備員さん、今日これで終わらせるはずだったの、1時間ぐらいで、ね、もう。真新しいおみくじの髪を受け取り。一年お預けを食らった温泉旅行。ねえ、一時間って難しいね。おや？そろそろいいんじゃね？マリアさん、ありがとう。いや、そう言ってもらえたらすごい嬉しいよ、もう。ね、そうそうそう、最後はね、そうね、よーし、思い立ったが吉日、行くぞ、開運座温泉旅行。いやー、これであれじゃね、あのカメちゃんの育成の時にもしノーマルとかが取得できたら、みんなでノーマルエンドも見れるね、これね。あ、まさひろさん、ありがとう、嬉しい。そう言ってくれるのが本当に嬉しい、ありがとう。おー、いきなり、おー、すごーい、セクシー。あ、マリアさん、マリアさん、ありがとう、嬉しい。よかった。うちさん、こういうの弱いからさ、よかった。ちょっと自信ついた、ありがとう。服着て泣いちゃう。いや、いきなりのサービスショットでびっくりしちゃった。ねえ、服着たるちゃんね、すごい、私服かわよい。ナムナム。
ヒロさんありがとう。トレーナーさん。ねえ、いや、めちゃめちゃ楽しかった今日の配信。めっちゃ楽しかった。もちろん。おお。よーし。ハッピー大宴会。はい。いいお湯でしたね、ばあさんや。乾燥記念の大騒ぎ。羽目を外して。めでたやめでた。めでた、めでたやめでたの、はっちゃけ祭り。待ちかね私服着とる。ねえ、ほんとに。いやー、すごい。ウェイする大宴会。あれじゃね、ワンピースの宴じゃねえ。ねえ、ちょっと、やっぱりこういうのすごい、みんなの意外な一面が見れるから絶対見たい、これ。温泉旅行券の当たる確率もっと上げて、サイゲさん。ねえ、ヒロさんね、ハッピーカムカム。あ、にゃんこさんありがとうね。そうそう、こういう配信で、ね、ちょっとまたねえ、すごい、育成とかの合間にやっていきたいが。こうして、あ、豪勢な料理とともに、ねえ、やっぱり、キタルちゃんと一発芸大会が、あ、一発芸大会。よーし。上がる期間、あ、そうなの、イザヨイさん。知らなかった、そんなの。負けそうなのに元気なの、娘。ふふん。神様になってもドライな鈴鹿さん、何これ。草。あ、去年の年末に、あー、そうなんじゃん。温泉旅行確率アップ期間。いやいや、服着たるちゃんね、そうそう。今は間違いなく面白い。今間違いなく面白い馬娘になっちゃるね。馬娘の動物占い。ねえ、すごい、よう言いよるね。その64。濡れちゃった毘沙門天さん。あ、そうなんじゃ、まさひろさん。あ、ありがとう、すごい。ありがとう。すごい嬉しい、まさひろさん。ありがとう。年末、あ、温泉量産し、わー、ちょっとやっちゃけばよかった。馬娘の世界。馬おらんのに馬タイプ。ねえ、イザヨイさんね、これ、超ツッコミどころじゃねえ。ねえ、ご飯冷めてしまうか。むにゃむにゃ。あらら、あらあら。髪がボロッと。あ、ネタ帳。むにゃむにゃ。嬉しい。ずるい。耐えた。って終わるかと思ってたのに。むにゃむにゃ。
キングちゃんと温泉行くの大変だったね。あねえ、まさひろさんにまたちょっと確率上げてほしいな、ちょっと。いや、起きちゃう。警備会さん、これ起きちゃうんかな。いや、そんなことないじゃん。ワンコーさん、そんなことないよ、ちょっと。ね、面白いイベントちゃった。マリアさん、ありがとう。嬉しいけど、恥ずかしいけど嬉しい。ありがとう。マリアさん、本当にありがとう。すごい。いや、本当に見返してくれるの本当に嬉しい。ありがとう。いやー、よかったー。ちょっとみんなと見れてよかったー。これ。いいね。やっぱり、面白い馬娘。いや、面白いけど全部のイベントが見れないのは、サイゲさんに文句言わんといけんしの、馬娘攻略本出してほしい。いやー、すごい。ねえ、和光さんパチパチありがとう。マリアさんありがとう。ありがとう。おまちゃん。あ、すごいすごい。あ、キリがないこれ。ダメだ。終わんないこれ。ねえ、あ、ヒロさんありがとう。ねえ、ちょっとこれをまた。うん。ねえ。ちょっと他のも見たい。ちょっとみんなで。ちょっと頑張って温泉旅行券引く。ほいでほいで。ちょっとね、なんか、これさ、これさ、みんなで推しのエピソードとか見れるよね。すごい。好きなイベントとかさ。これちょっと、みんなで、なんかのコラボとかで集まって、で、好きなイベントを見せ合うとかできる、なんかの、自分の好きな馬娘ベスト10みたいな作れるが、これ。あ、どうしよう、まさひろさん。ルームマッチね。ちょっとね、ちょっと、今日ね、本当はね、最後、1時間から、長くても2時間ぐらいのつもりじゃったの。ちょっと、ごめん、ちょっとここまでちょっとね、響いちゃうと。またちょっとじゃあルームマッチはまた枠作らせて、せっかく。ね、今日馬娘雑談ってことになっちゃうからさ。あ、まだ忘れちょる。まだ最後。クライマックスのお話。な、キャラが増えれば。トレーニングよ。多分、ルームマッチもやりだしたのに、多分、火をまたいじゃん。また昨日のタマちゃんみたいにちょっと。うちにそうさ、クライマックスのね、そうだ、まさひろさんありがとうね、すごい。ありがとう、すごい、嬉しい、助かるが。うん、ね。いや、やってしまいたい気持ちもあるけど、これあれじゃね、すごい。こうやってすごい、できることをなんかすごい、企画立ててどんどんやっていきたいが。明日が、起きれんくなっちゃう。起きれんくなっちゃう。生活リズムが狂っちゃう。スキップしても1時間半くらいかかる。あ、そうそう。ねえ、そう、和光さんね。5時間くらいはかかる。そんなに？うちはね、この、おぐりちゃんでね、そう、行きたいと思ってるんよ。ほいでほいで、あれじゃね、このスキルポイントね、これ、レベルも上げといた方が良いよね。そうそう、おぐりちゃん。今のところ、星4になってるのは、この、ネイチャちゃんと、おぐりちゃんじゃね。初めてクライマックスやると、飛ばしても1時間半ぐらい。そんなに。
あげないで進めてみても良いと思う。あ、本当？そうじゃねえ。いや、ちょっと待って、でもマコさんごめん。いや、でもさ、うん、みんなが難しい難しい夜からさ、あ、貴重な、でも弾使っちゃうんじゃん。そうじゃねえ、そうじゃねえ。あんまりちょっと、でもこの弾も取っちゃきたいが、これ他のでもあげられるな。あ、覚醒や才能開花、クライマックスシナリオ。あ、ほんと、すごい楽しみ。オス、ヒントレベルはさ、才能開花はもう開けきっちょるからさ、じゃあ大丈夫かね。大丈夫。じゃあね、あの、働くね、エルちゃんの育成とオグリちゃんのクライマックスでね、ちょっと今後やっていきたいと思うが、大輝先輩主催のバーベキュー、ちょうどエルちゃん、ちょうどエルちゃん、アメリカを思い出したです。突発のサポカイベントもあるから、うん、楽しみ。いや、よかった。じゃあこの画面でちょっと、じゃあ終わろうかいね。マスク、これにこもる熱い意志の女神像ね、運命最強なんです。イベント見ちゃったらね、ほんとほんと。トレーニングやるの？女神像は今何個あるんじゃろう。いらっしゃいませ。869個ある。869個ある。ね、スキルが安くなるくらいなので、そんなに気にしなくて。あ、いや、そうなんじゃん。ポイントがすごい、割引安くなるのはすごいけどね、え、多分すぐなくなってしまうよね、やっぱりはね。うちも思った。最初のこれはさ、1個じゃろうけどさ、きっとこれあれでしょ、全部交換したらまたあれでしょ。あの、共に紡ごう、これサポートカードの、あら、トレーニングを始める。私より、あ、そうなの、マリアさん結構貯めた。ゆっくりご覧ください。使うタイミングがなくってさ、これこれこれよこれ。あ、いける、交換できる、やった。そう、このさ、これこれ、見て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 、これ2000個って、これどういうこと、もう許せない、もう。そう、25で必要数が1つ増えてくな。ねえ、和光さんね、そうそう、またちょっとね、すごい、あの、もう一段階上を目指したくなった時に、すごい、おぐりちゃんあげる。2000の次は3000。絶対集まんないじゃん、もう。もうそうなったらこれじゃね、もう。他の子の900からも集めていくが、もう。いや、どうしよう、でも。いやー、サークルポイントだから、でも、凸した方がいいから、どれか一個に絞った方がいいよね。チュー。ここ、奮発してほしいところ。ね、サークルポイント。そうそう、みんなにね、すごい、昨日、教えてもらったからさ、すごい。昨日もね、早速ね、あの、短距離のブーツね、あの、リクエストしたが。ねえ、そう、和光さんね、どれか一つは大事。あとはね、これ全然もらえんでしょ。これ何ってやつ。これもないですし。フレンドポイントね、うららちゃんこれ。あとちょっとね、ガチャ券チケット、ガチャチケット。3000は1ヶ月でなんとか。あ、鈴鹿ちゃん貫突。すごーい。そうそう、レートが軽いね、ほんとに。ねえ、ほんとにもう。
あとはね、決勝編。サポカの余分が出た時の引き換え。あ、そうなんじゃん。あ、1、2、3、4、5。ああ。25個もらうたびに増えてく。そう考えたらまだ女神像って使っても大丈夫系な気がしよるね。オグリちゃん頑張ったら、星5いけるかね、ちょっと。いや、300個足りんでさ、ちょっと。いらっしゃいませ。どうぞごゆっくりご覧ください。ねえ、その次も結構いる。鈴鹿ちゃんとうららちゃんをカウントさせるのは時間かかった。ねえ。交換してみるか？さすがトレーナーさん。お目が高いですね。これで今どれくらい？ねえ、他の子もあげたいし。無理でしょ無理でしょ、300。ひゅー、もう一回ガチャで、もう一回ガチャで送れちゃってないと。ねえ、貴重な女神像じゃからさ、ガチャで被ってから考えるのが、そうじゃね、和光さんの言う通り。あ、うららちゃんね、うららちゃんね。学園の歴史と伝統、ぜひ学んでおきましょう。ねえ、マリアさんね、ちょっとむ、難しいこれは。そうじゃね、レジェンド追加待ち。父、すごいよな。福屋のこと聞いたら、安くてセンスええとこ教えてくれね。ほいちゃん、ほいちゃん。なるわ。ね、何の因果か最後にタマさんに戻ってきたが。あ、若尾さんありがとう。じゃの、またあの靴投げちょくリクエスト。サークルポイントは、あ、そうじゃね、メインストーリー来るまで取っちょく。賢い。そうする。次全力で。ねえ、そう、いざよいさんでまたガチャの企画もしときたい。いやー、でも、もう全部遊びきれんかったけど、でもすごい、みんなとすごい遊べたからすごい満足。ありがとう、みんな今日もすごいいっぱい来てくれてからすごい嬉しかったが。新しいホーム会話来ちょる。これもね、埋めちょかんといけんね。いやー、ちょっと、馬娘できることが多い。できることが多い。嬉しい。またね、ちょっと育成の合間にこういうところ消化できるね。なんか、ね、ペース配分でやっていきたいが。じゃあね、ちょっと、今、11時。もう30分になっちゃいそう。ほいじゃん、ほいじゃん。今日のね、ウマ娘雑談、赤チームを見ながら遊んじゃうの配信、終わろうと思います。何時？ 11 時半になりそう。11時半になりそう。あ、マリアさんありがとう。うん、ありがとう。またね、準備してからみんなと一緒にね、すごい。ね、さっきの今日のね、最初の YouTube の同時視聴じゃないけど、ああいうのもみんなとやりたい。ほいじゃほいじゃ、ちょっと待ってね。よいしょ。ここまで見てくださって、どうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録。どうぞよろしくお願いします。ほいじゃほいじゃ。今日は、ここから、遊びに来てくれた人のお名前と、スパチャの読み上げをして、終わろうと思います。
なのでここでね、一旦ご挨拶。みんな遊びに来てくれて本当にありがとう。またね、すごい、告知、ツイッターとかでね、すると思うけん、よかったら遊びに来てくれると嬉しいです。今日はみんな本当にありがとう。すっごい楽しかったよ。ウマ娘はね、育成戦でもすっごい楽しいことが分かったが、またね、ちょっとみんなで、またなんかいろいろとね、相談しながら、で、面白い配信ね、みんなで作っていきたいね。みんなありがとう。お疲れ様。おやすみなさーい。はい。ほいじゃほいじゃ。お名前読み上げするね。アンさん、遊びに来てくれてありがとう。つよしさんも、遊びに来てくれてありがとう。トウミさんも、遊びに来てくれてありがとう。ムクロニットさんも、遊びに来てくれてありがとう。タミガラスさんも、遊びに来てくれてありがとう。スカイゼロさんも、遊びに来てくれてありがとう。ジノさんも、遊びに来てくれてありがとう。スカーレットニードルさんも、遊びに来てくれて本当にありがとう。エクレアさんも、遊びに来てくれてありがとう。アイリンさんも、遊びに来てくれてありがとう。ゼルクさんも、遊びに来てくれてありがとう。アサカさんも、遊びに来てくれてありがとう。ピートワルさんも、遊びに来てくれてありがとう。奥村さんも、遊びに来てくれてありがとう。ラクちゃんも、遊びに来てくれて本当にありがとう。あゆさんも、遊びに来てくれてありがとう。ふかふかめしさんも、遊びに来てくれて本当にありがとう。メガネさん、初見さんいらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれて本当にありがとう。またね、配信ね、すごい、ウマ娘とか、マイクラとか、ね、いろんなね、企画配信やってるから、またね、遊びに来てくれると嬉しいです。SS 月ポンズさん、遊びに来てくれてありがとう。月の輪さんも、遊びに来てくれてありがとう。カオル、イサヨイさん、初見さんいらっしゃいだよ。すごい、遊びに来てくれて本当にありがとう。もしよかったら、次の配信もね、遊びに来てくれると嬉しいです。マリアさんも、ね、今日すごい嬉しいこといっぱい言ってくれて本当にありがとう。またね、遊びに来てくれると嬉しいが。ケイビーマイさんも、遊びに来てくれて本当にありがとう。ヒロさんも、遊びに来てくれてありがとう。マサヒロさんも、遊びに来てくれて本当に、本当にありがとう。ニャンコさんも、遊びに来てくれてありがとう。ヒロスンさんも、遊びに来てくれてありがとう。ジュンさんも、遊びに来てくれてありがとう。マクオさんも、今日、すごい大気からね、本当に、応援いっぱいしてくれて本当にありがとう。タッキーさんも、遊びに来てくれてありがとう。これで大丈夫かね。はい。KBY さんありがとう。後でフォロー返しちゃくね。みんなお疲れありがとう。つむいありがとう。ほいじゃほいじゃね。今日の配信はこれで終わろうと思います。みんなもね、週末は、暑く、すっごく暑くなるらしいから、みんなね、お家でおとなしくして涼んでね、ちょっと、この暑い日をしのごうね。すごい、無理せんようにね。またね、ね、この、3日後に開けるって言っちゃったからね。またね、少し、だいぶ楽になったら、またみんなでね、すごい、配信やれたら嬉しいが。ね、お疲れ様。みんなおやすみなさい。